新書対抗期、第9分撮、吉川英治、清林、日は高くなった。この日は、初夏のそよ風もなく、古都に照りつけて、暑かったらしい。柴田勝正が戦死し、幕将の多くも、道々無語として、 屍バネを並べてしまった結果、事後、柴田勢が大幅な回乱状態となり終わったのは言うまでもない。外すな、離すな。追撃の橋場勢は、これ一点張りであった。地勢もまた大に良き振り一方へかかっていた。冷やしは、辰野国午前8時、頃かと見られる。予後の西岸で、また一合戦あったが、柴田勢は、 厳ビもつかず、再び走って、重山、足海峠のあたりへまとまった。ここには、前田と CF 氏が、正気静かに、陳していた。誠に、静かである。今行来、彼は、大岩、清水谷、静岳に渡る火花と銃撃等、ここの衆議から生還していたに違いない。もとより彼は、 柴田勝家の一億と頼まれて、ここに転人していたものの、その深海と、本来の位置とは、実に微妙な立場に置かれていた。一歩、誤れば、領土一族、一切はない。当初、価値化にこうしていたら、価値化から滅亡を受けていたのは出場であったし、さればとて、秀吉との長い長い遊戯を捨てさらんか、情において、 事故を偽り切れぬ気もするのみか、勝家と運命を共にするまでの腹も固めてかからねばならぬ。勝値家と、秀吉と、彼の切れ長な細い目が、こう見比べて、奇数の人を、いずれに取るか、誤っているはずもない。が、彼は、この旅の出し軍に際して、そのいずれに加担するも、下策となしていた、兵を愚 人は張ったものの、これは一時の擬態だった。彼が心に寄していたものは、事故の戦闘による運命の打開でなく、天に従うことだったらしい。今度、府中の城を出て、この戦場に発するとき、彼の夫人も、夫の意中を暗示て、そっと、こう尋ねていたという。この旅は、これも火もなく、どうしても、筑前殿を敵とせねば、 部門の立たぬものでございましょうか。お前として、察してみい。柴田殿に、書くまでのおぎりはないかと存じますが。バカな、武士の一諾を、自ら裏切れようか。では、どちらに、天のお計らいに任す。それしかあるまい。人の承知の及ぶところかは。両人はそう言って立った。夫人は大変安心した。彼女は、 柴家の真、高島佐京大夫の娘で、年家に嫁いだのも、その中うどは、まだ昇進時代の、秀吉姉ネ,ネの夫婦だったのである。当時、女性でも善に参ずる者が多く、彼女も、大徳寺室の質に賛じ、後には、報酬院と称されている、で、彼女はすぐ悟ったのである。病人が、天に従うのみ、といった言葉を、 天遊とは、要するに、大いなる天運に従うことで、天の運行に逆らうことでないことと返している。その考えは、年家の真意に当たっていた。年家の身体はまさにそれだったと言える。前田陣の前衛は、いや中軍の近くまでも、配送してくる佐久間勢のわめきや血まみれを入れて、見る間に、砂陣の渦となり、 もうもうたる聖職にくるまれた。慌てるな。見苦しい。牙一段の死たちとともに、等しくこれへ退りてきた現場の女は、手綱の一方もちぎれている種の蔵から飛び降りると、しったにしゃがれた声を絞って、なんだ、こらしきの戦に、と、自らをも励ますように、目に触る者どもを、ことごろくたしなめた。がさすがに、とか、 とそこらの岩に腰を落とすと、炎のような息を肩でついた。大言えない普うは唇をも真じりをも常のものではなくしている。しかも、章たる球児を失うまいとする努力は若年の彼にとってこの混乱惨敗の中では並べならぬものに違いない。途中で、弟の三歳門かつまさが戦死したことも、彼は今、ここへ来て初めて知ったほどだった。 ハら、ハイゴウ、徳山などの優勝も打たれ、山路証言までが敵に首を授けたとは何か信じられないような面持ちですらあった。他の弟たちは生かしたか、安静、また七右衛門などは、ふと、その二弟の身を尋ねた。すると、家臣の一人が彼の後ろを指さして言った。御射程の鬼坊は、 そこにおいでられまする。現場誠は振り向いて、無事な二人を血走った目で見た。男性は、足を投げ出して、呆然と空を見ており、抜ッの七右衛門は、どこかの痛手からポタポタと血潮が膝に溜まるのも知らずに、首をしだれて居眠っていた、いたのか、と休んじる情愛の反面から、彼は、激しい骨肉の怒りにかられたもののごとく、 いきなり頭から怒鳴りつけた。立て、安政、七え門もしっかりせい。おことら、へばるにはまだ早いぞ、何のざま。それを気力の弾みにして、彼もどこか傷しを持つらしい五体をやっと起こし、前田殿の人所はどこか、うむ、あの坂上か、よしよし、この間に会うて。と、足を引きずって歩み出したが、 ついてきそうな弟たちを帰り見て、組んでもよい。おことらは、人数をまとめ、敵に備えろ。足早な畜前、間は置かぬぞ。言い捨てて坂上へ向かった。陣幕のうちの修儀によって待っていると、年家がすぐ姿を見せて、ご無念、察し入る。と、慰めた。すると、何の、と現場の情は、 強いてではあるが苦笑を見せ、凡慮のいたすところで、負けてみねばわからぬところでござった。と案外、素直な答えなので利家は、現場誠を見直すような目をした。現場誠は、敗戦の都がを、ただ一心に責めているらしく、利家が動かぬことには、一言も触れず、ただ、次の希望を告げた。差し詰め、ご当たりの荒手を持って、 これへ寄せくる橋場勢に、一防ぎ、ご加勢くださるまいか。心へ申した、が、やりたいか、鉄砲隊か。ずんと前に、従列を伏せられたい。足元も見ずに来る敵の乱れに突っ込み、我ら二陣となり、血やりを振るって死に物狂いに戦い申す。頼む、即刻。歳家に対し、頼むというようなことは、日頃なら、お首。 にも言う現場誠でない。哀れ、と年家も思わずにいられなかった。同じ陣営にありながら、この遠慮は、現馬誠自身が出戦の弱みを持つためでもあろうが、一つには自分の真意を、彼もすでに察知しているものであろうか、と、小塚東兵衛、木村三蔵に、これへと言え、年家はすぐ呼びにあった。そして玄馬誠の目前で、 二名の鉄砲組頭に向かい、佐久間殿の手について、陣前に縦列を敷き、橋場勢の近づくのを見たら、一度に打って離せ、身体の敷き、一切、現場殿に受けて、領域追い込み合うな。と、言いつけ、かつ、今締めを与えた。その他、引った様の助、関と渡る六などの組にも、名誉を授けて、 はせむかわせた。お、敵が近づいたらしい。現場誠の神経は一瞬たりと休んでいない。こうつぶやくと、早や,や腰を立て。では、五国。と、沈膜を払って出たが、後から送ってくると歳を振り向いて。おそらく、生きての再会はなかろうが、現場誠も、おめおめはなの所存でおざる、たとえ一人となって、 余剰の古地に習うまでも、しきりに、こうした問わず語りの激語を発する彼であった。年家はさっき佇んだ坂上まで彼を送った。おさらば、と、現場誠はそこから駆け足となって降りていく。眼下の視野は、つい最善とは、比較にならないほど一変していた。佐久間勢8000は戦死傷脱落者を除き、 三分の一にも足らぬかに見えたが、それはことごとく回覧の兵、逆上の章で、土合剣層は、互いの心理を、実情以上、精算なものにし合っている。それは、現場誠の二弟、七右衛門と安静などでは、到底、制しきれぬものだったに違いない。何せよ、幕将の重なる人々は荒まし倒れ去っているのだ。 組に組頭なく、隊は武将のいない兵が、まだなんだ次の式に統一されない今に、はや彼方から近づきつつある秀吉軍の急調な進撃を目に見出していたのである。一旦ここに海層を止めても、なお浮き足の山ないのも無理はなかった。しかし、前田軍の鉄砲隊が、荒手の静粛さをもって、水のごとく、このわめ木の中を走り、ずっと、 陣地の先に離れて、バタバタと、伏せ、の列を敷いたのを眺めると、二陣につけ、と、現場誠の口から出た命令もよく通って、ようやく、落ち着きが見えだした。前田勢の荒手が出た、と知ったことは、一時、聖職を失った彼らにとって、非常なる力であった。現場誠もであるが、残余の部下も、 等しく勇気を盛り返した。猿目が首を、味方の槍先に見ぬうちは、一歩も尻くな、前田衆に笑わるるな、恥を知れや、者ども。現場誠は励ましつつ少子の間を巡っていた。さすがに、ここまで、彼についていた少子は皆恥を知るものだった。愚そ持ち、槍持ちにまみれている姿が多く、その血は、 朝から照りつけている日に干からびて、草ぼこりや土にまみれている。水が飲みたい。一口。誰もの顔がそう見える。しかし求めている間もない。万丈の後人と、敵の馬蹄の音は、はや彼方に近づいていた。静岳からこれまで、一石鹸の勢いで進撃し続けてきた秀吉も、茂山を前に控えて、ここは、 前田不死の人前、と見ると、にわかに先区の盲信をとどめた。そして一応、人数をまとめ、陣容を整えているらしく思われる。この場合、大治の線は、鉄砲の射程距離外にあること言うまでもない。前田勢の重視を持って、現場誠はすぐ敵の進路に、急速な配置を指揮しつつあったが、彼方の左陣は、 動かぬ人馬を覆い包んだまま、射程に入ってこなかった。利家は、現場誠と別れた後も、山の葉に佇んだまま、それを遠くに見ていた。彼の意中は、この時なお、周囲の章にも、謎だった。が、そこへ、馬回りの相浦信介と萩氏主刑が、利家の馬を引いてきたので。さてはいよいよ、撃って出られるご決意を。 と、人々皆場前の働きを中心に帰していた。ところが、年家は阿部みの側へ立ち寄りながら、今、四足品長の陣所から帰ってきた使い番に、何か小声に返事を正していたが、馬上に移っても、なお容易に駒を進める風もない。と、その時、何が突発したのか、麓の方で、ただならぬ喧騒が起こった。年家はじめ、 何事かと俯瞰してみると、味方の後方から一頭の荒馬が繋ぎを離れて陣中を駆け狂っているのである。常ならばともかく、檻も檻だったので、混乱が混乱を呼び、一方ならぬ騒ぎとなっているらしい。理科は、あゆら、あぎしの西を帰り見て、目で何事かを頷かせ、皆も続け、と、あたりへ言って、急に馬を飛ばし始めた。 途端に激しい銃声が平野でこだまし始めた。これが味方の重滞のものであるからには、敵橋場勢が一斉に突撃を開始してきたことも間違いないことであろう。理科は坂を駆け下りながらその工人万丈と荘園を横に見て、今ぞ、今ぞ、と幾度もく壺つぼを叩いた。同時に、茂山一帯の陣地では、 係か,かり金や押し台子が乱打されていた。八区の橋場勢は、縦列の防御線には、多少の犠牲者を踏み越えてきたらしいが、早佐作間隊、前田隊の懐深く突入してきて、さなきだに喧騒混乱に揉まれていた中軍を思いのまま蹴散らし、手もつけられない猛威を振った。時に、リ川というに、その乱軍激闘を見ながら、道を避けて、 子息と品川がの手勢と防止、にわかに、塩津方面へ退却し始めた。子は、何事と、憤通るもあり、怪しむ部下もあったが、年しとしては、予定の行動に過ぎないのだった。もともと、彼の本心は、局外にあり、彼の願いは、中立にあった。その両国の地位と地位の情勢上、はじめ、価値化に壊れて、 参加を余儀なくされていたが、今は、秀吉への定義上を、出して知りいたまでなのである。が、秀吉の進撃の手は、葛釈なく前田軍をも打ちめくった。前田方の新んり、小塚東兵衛、富田与五郎、木村三蔵など、十数名は、この時に、打ち死にした。その間に、都市 f 氏は、ほとんど、 無傷と言っていい家中を率いて、塩津から引きた、今城を迂回し、年長の居城、越前府中の城へ引き上げてしまった。二日にわたる激戦中、前田不死の陣地だけは、例えば乱雲の中に咳としている人村の森林にも似ていた。もし彼が、積極的に現場誠森政と力を合わすとしたら、茂山、足海の線でも、 小都の兵たる修衛法をして、ああまで思いのまま蹂躙させるようなことはなかったろう。彼の近親、小塚東兵衛、木村三蔵、その他スハイは、力戦して、ここに死す、とは、前田創業期、などにも見えるが、その力戦も、実は、消極的なスサ軍の怪我だったに過ぎない。ために、戦後には、前田不死は、あの日すでに、 前夜から秀吉の密書を受けて、当日の裏切りを訳していたものだ。と、世上から推察され。そういえば、あの前夜、前田殿の陣中へ、百姓邸の男二人、書状を携えて御陣中へ紛れ入り、その夜半から、茂山のかがりが、わざと秋ら、と、朝方まで焚かれていた。あれも、秀吉方へ大ずる。 何かの被合図であったと見える。などと巷の批判まちまちであったが、これは、交説の常として、少しうがちすぎている。事実はいつも複雑に似て単純だ。それを複雑回帰にするのは、世上の憶測観察の技である、一の実相に対して、分解に分解を試み、さらに分解を深して、そう迷うところから生じるものにたならない。 彼は柴田と同敵でありしかとも、昔よりのよしみ深か,かりけり、うちうち、秀吉に心を通じければなり。宝冠の著者が、その点、一言でこの問題を尽くしているのは、世の虚壮に迷わされない表といえる。年家の一女は、秀吉の幼女になっているとか、年家夫妻の仲うどは、秀吉であるとか、内ちわごとはまず置いても、 いわゆる男子と男子の噴敬のちぎりにおいて、彼と彼とは、一朝一夕の交友ではない。お互い、若い頃の、やれがき、夕顔棚の貧乏暮らしの時から、ふんどし5つで、簡単の語らいもし、出ては、馬鹿もしあい、時には喧嘩もし、貴様の、いいところには、随分惚れるが、アホーなところには、付き合わんぞ。一方が言えば、 一方も、お主の短所は、愛想が尽きる。が、俺にとっては、手本になる。そのため、付き合うてくれるのだ。俺に、アホーなところがあれば、お主の、良い手鏡、両友と思うて粗末に住まいぞ。いわば、こんな風に、そこのそこまで知り合ってきた仲である。当時すでに上昇として望んでいた柴田勝家と、 こうして今日に返した二人の仲とは、だいぶわけが違う。仲の味が違う。それを、勝家ほどの老将が、年家の両国が、自己の完全勢力圏にあるというだけ折りして、この大決戦に当たるに、前田不死の兵力を加算してかかったばかりか、静竹方面にこれを配置したなどは、すでに、破れざる前の破れという他はない。 頼むべからざるものを頼んで出た、失策たるは争えない。静岳、柳瀬の戦いを通じ、柴田の敗因は、一に現場誠の中入りのいつにありとされてあるが、こう感じてくると、むしろ現場誠の失策は、局地的であったに反し、価値の五竜は、それ以前に、痛い脆弱なものを、あえて、 内容に許していたという根本的な誤尾を犯していたことがわかる。敗因は、おおむね、内にある、内に入るる者の,の破れ、は、古今を通じての戦の定則である。暗い。ここで、視野を変えて、狐塚方面の動きを見る。さて、柴田勝家人所の、やらいの状況はいか、である。その前に、留意すべきは、 この戦争が図らずも結果した得意性にある。というのは、現場の城の中入りによる死体の戦闘が、すでに全選局を決し、総帥価値下の主力は、もはや冒険的なものでしかなくなっていたということだ。要するに、勝家としては、冒険ではあるが、一騎手なりと、現場の城に許したほんの、除染の鳥、が、思惑と相違して、 たちまち、アジカタ・アキラ軍の地名を将来し、敵の大挙を見たときはもはや、キツネ塚主力の軌道も、彼の総推力も、それを表すすべもないものと化していたのであった。故に、これをもって、後生の資筆は、現場誠を避難して、静武越軍の破れは、一日樹脂大事を誤るによる。と、彼が、 おじかちかの弦を用いず、敵地に切り据わった罪に敗因の一切を返しているが、現場誠の裁略が老行の章と違って、いわゆる青いことは確かであるとしても、それらの論断もまた極めて症状的な結果論でしかないことは、以下、かちかが当夜から翌日までの、総帥としての処置を見れば、おのずからわかってくることと思う。前夜。 二日の酔いである。勝川、は、現場誠へ、六回もやった死者が、ついに全くの閉とじときして、おうおうとして楽しまず、万事休す、とまで感じていた。そして、ともあれ、一睡。と、やがて悲痛な諦めの下に、人書の寺の一望で、短夜の眠りについたが、さて、眠りえべくもない。米みのあたりの血管が、 一しく太くなって、しきりに愚痴も嘘を呼ぶ。耳が鳴る。途方もない男かな。この価値観に、腹切らすやっこよ。と、現場誠に対して罵った自分の言葉も、人夢咳たるうちに、一人たぎらせていると、その憤怒も、やがては誰へも向けようもなく、自業自得と、事故に思い返してみるしかない。あまりな、 偏愛の尖であった。猛愛の毒であった。ひいては、おじおいという、骨肉のそれと、軍律の中の、総帥と部下との、元たるものとを、感情に任せて、混同していた大なる過護の生んだものである。それも、わしがさせた。価値化は、今悟った。漁師活豊かが、長浜で背いたのも、その原因は、 現場誠にあった。また、かつて能登の戦場では、前田都家に向かってさえ、面白からぬ、不尊な行為があったと聞いたこともある。が、そういう課金を認めても、なお、現場誠の素質は、確かに、周に優れていた。別に、良いところを、多分に持っていた。ああ、それがかえって、今日、命取りになろうとは、 うめいて、寝返りを打った、悪夢でも見ているように、その時である、ここの探偵も揺れるばかり、武者たちが、外の回廊をかけてきたのは、隣室、またそれに連なる部屋ごとに、仮寝していた国部上右衛門や千賢辻守りや、故障頭免受症助などは、死、何者だ、と一方で、寝床の衛兵が、 足音を統制する声を聞きながらも、各、すぐ回廊へ立ち現れて、何事か、何か、異常でもあるや、と、口々に尋ねた。急を告げに来た武者の動作がすでにただごとでなかった。ひっつれるような早口で言う。木の元方面の空、戦国より赤々と見え、不審と存じ、東の山近くまで、 物見を使わしましたるところ。ふいに、もずかつすけが、くどい、よう、一口にゆいめされ、と、厳しく注意した。報告者は、一気に述べた。大垣の秀吉、到着、木の元付近、神馬剣草、ものものしきありに見られます。何秀吉が、色めきたった人々は、 これをすぐカチカの寝床へ報じようとしたが、かつイもすでに耳にして、自らそこを出てきた。お聞きになられましたか。ただいまのこと。聞いた。カチカはうなずいた。酔いに見たより顔色が悪い。このことよこのことよ。中国人の場合に見ても、畜生として、これくらいには、やってきそうなところじゃ。驚くには当たらぬ。さすがに、 自弱として、左右を沈めたが、大言えないものは、感情の残滓である、このことよこのことよと、現場誠に開国した事故の言葉の的中を、暗に誇るかのように言ったのは、かつては、亀割と呼ばれ、鬼柴田とも言われた強師匠の声として、それを思う者には、哀れに聞こえた。現場は早や頼むに足らぬ。この上は、 価値下自らここに踏みとどまり、存分の一活戦してみしょうぞ。うろたえな、騒ぐな、畜生、これに切らば、むしろ幸せ。武将を同前に呼び集め、彼は、才をもって、将棋にかかった、戦闘配置の命を下してゆく。信号な采配ぶり、さすがにまだ追いずの風はある。しかし、ここまでは、 彼も毎日を予期していたことだが、真に老狽させた者は、その次の自軍内の現れだった。秀吉来ると伝わるや、人中、ことのかな同様なのだ。部署に着くは少なく、急に、化病を言い立て、命に逆らい、紛れ紛れに、脱人闘争する者が続出し、七千の兵が、 たちまち三千余りしか数えられぬという宗教なのである。先に古史府を発するや、秀吉と戦うべく、生きたかく来た少子である。それが、秀吉来ると聞いたのみで、こう浮き足立てる理由はない。この、怪しい部下の心理を調整した者は、万余りの大群はあっても、そこに現たる統率がなかったという、ただ一時に尽きる。昼間、 上昇の間に死者六回にも及ぶガ中の争いが交わされていたとき、すでにこの不吉は培われていたのだ。それに、秀吉の行動が予想外に早く、彼らの度肝を抜いたことも手伝い、かくて拒絶猛言入り乱れて、臆病風に白車をかける結果を生じたものというしかない。味方の好みにくい混乱ぶりを見ては、勝家も、 偶然たるばかりでなく、浅ましき厚原かなと、摂氏して、ふんぬの余生を、あたりの幕将たちへも、吐かずにいられない様子だった。いつまで、あの騒がしさは、どうしたことか、組頭どもへ、価値化が命を、鹿と伝えたのか。先見辻守や国府城上上門なども、戦国から、座にいたり立って行ったり、 少しの落ち着きもない。そして、ご命令は再三厳しく伝えておりますが、と口を濁して答えると、勝家は、何、うろたえて、と、左右をたしなめ、取り沈めて来い。あの様子では、部署にもつかず、日ご造言を乱りにして、味方が味方を惑わしておるに違いない。さようなものあらば、喧嘩に処して構わぬ。知ったに、 叱ったを重ねていた。吉田渡る僧、大田倉之助、松村とも重などが、再度、厳令触れに、駆け出してゆく。その後でも、何か、価値化の怖高なののしりが聞こえていた。騒ぐな、老狽するな、と抑えるつもりで言う彼自身の声からして、狐塚本人の、壮然たる競争の一つだったのである。早夜明けも近かった。 静竹方面から、汚西岸へ移りつつある銃声や歓声は、水を渡って手に取るようにわかる。あの勢いでは、橋場勢が、これへ来るも、遅くはないぞ。昼までには、何の、馬を待つものか。毒病風は臆病風を誘い、ついに恐怖状態をここに巻き起こしていた。敵は、一万もあろうといえば、いや二万だ、何の、 あのような猛威では三万も来たに違いないと、自身の恐怖に輪をかけて、他をどうぜ閉めなければ気が済まないようになり、また、そのうちに何者かが、前田不死も裏切りして、秀吉と共に寄せてくる、などという拒絶を、まことしやかに触れ回る者も,も出てきた。こう極端になってはもう物頭たちの抑えも効かない、威爆からの言命も、 武将に任せておいたのでは、到底収集はつくまいと、勝家は思い極めたものと見える。彼はついに寺門から馬にまたがって出た。そして自身、狐塚付近をめぐり、陣の物頭たちへ、口ずから、なった。ゆえなく陣地を離れる者は、かしゃくなく切れ、卑劣なる脱走者は、鉄砲で追い討ちにせよ、不説虚言を放ち、 味方にして味方のうちに、四季をくじくがごとき振る舞いある者は、即座に、突き殺して見せしめとせい。命は忌む声は春烈を極めた。が、こういう収葬の気が生かされるのも、時にこそよれで、地すでにおそしの恨みは濃い。すでに七千のうち、半数以上の脱走者を出し、残る者も,も足が地についていないのである。 カウルに彼らはすでに事故の総帥に対する信頼を失っていた。ひとたびかからのイケなき馬上に置かれては、鬼柴田の号令といえ、ついにうつろな空声に返せざるを得ない。ああ、価値観も終わりよ。撃っても響きのない四季を眺めて、今は行かぬと、彼も悟った。しかし、彼自身の猛気は反対に彼に最後の死に物狂いを誓わせた。 夜はしらじらと明け、祖人、神馬の影もまばらだったが、狐塚の地と、四股の間に対峙していた橋場軍の第一陣地、堀秀政の東の山の兵も、今朝になって、ようやく、動くところあらんとしていた。価値の主力が、この方面へ出たのも、要するに、その優勢な敵第一軍の牽制にあったのだから、勝家としては、 その目的は達していたと言ってよい。しかし、堀秀政ともある者が、この幼稚に代表を用しながら、甘んじて、その陣地に釘付けにされていたのは、秀吉側から見れば、鼻肌いかなりとも言えよう。一説には、こういうことも伝えられている。当初、秀政は、直ちに積極的な攻撃を図ったが、 その真堀七郎兵なるものが、下作です。と、極力監視したというのである理由は、この半日、敵の動きを見ていますと、価値下から現場の陣へ、九死の往来、幾度か知れませぬ。これは価値下が、現場に向かい、急速に引き取れと、矢の催促を成しているものと思われる。その勇めを聞いて、現場が引き上げるとせば、 現場かもとの道を変えるわけはなく、必要、この近くで一戦は免れますまい。もしまた、現場が居座って、帰ることなければ、勝家もいたたまれず、必ず切って、この街道を中心に一合戦と相なりましょう。いずれにせよ、この二とは出ませぬ。故に、今は兵を分けず、一陣一挙の力を固めて、敵が二といずれに出るかを、 見ているべきです。と、いうにあった。これが、親切か非か、とにかく大垣から駆けつけた秀吉の直属が、静竹付近を石鹸し、翌朝へかけて、予護生岩を追撃し続けるまで、東の山の第一陣地が、目と鼻の先に、敵か地下の本陣を見ながら何らの見るべき活動を起こしていなかったのは事実である。 堀七郎兵衛の監視識が、秀政を肯定させたことも一理由ではあろうが、もっと大きな理由としては、21日の明け方まではなお、柴田小作勝家あり、となす彼の存在が、その陣営の上に、無言の、暗い、というものを敵に作用していたことは争えない。要するに、価値化の、一が効いていたために、秀政としても、 部活に動き得なかったものである。ここで言う、い、とはいわゆる異界君位などの、それとは違う。よく兵俗の間に、りっか聞く、りっか聞かない、などと言われるあの言葉なのである。基盤の上でのじゃれによく使われるが、怒りはやはり兵学上の語りだろうと思う。政権の語りは、こう率直でない。訓用、人気、 どう、すべて、い、の公用である。奇変も、初測りごとも、外に、い、が聞かなくては行われえない。外交でも政治でも、これがものを言う範囲は大きい。一つの家でも、家の主にして、一度、い、を失わんか。我が女房にすら、あげつらわれる。一個の天使においてすらしかれ、つかさ、の事務、指導者の指揮、おとどの慰霊など、 言を待たない。この朝、堀秀政が、突如、進撃を決してきたのも、敵本陣の空気に、不信を認めたからではあるが、還元すれば、それは価値化の、一の破れによるとも言えるのである。免獣言えてる。秀政の兵五千の他に、麓の街道に駐屯していた小川佐兵次助忠の一戦も、 一つになって狐塚の正面へ当たった。先方槍隊の前を、重隊が、露払いの形で、撃ち続けながら、尺値尺値、踏み取っていった。敵も、バチバチ撃ってくる。しかし、至って断続的だ。弾の密度も少ない。しかもそれ弾が多いのである。槍組、駆け込め。戸川佐平次は、その槍師たちと共に、 馬を踊らせて、渋滞の先へ出た。敵は脆い、槍でよし。と、見たからである。堀本隊が、それに遅れているはずはない。小川隊が、いまいちの町の焼け跡から迫っていくのを見ながら、堀機家の各隊は、山沿いに突撃し、狐塚の直前で、早激戦に入っていた。堀剣持、堀半右衛門。 堀道都市など、組の下にある市たちが、背の差し物を低くかがめて、敵中深く突き込んでゆく姿が、おちこちに認められる。辰野下国、午前9時、だった。時刻で見ると、古才の対岸を急進撃してきた秀吉軍が、ちょうど茂山の前田府市の陣前に迫った頃、出会った。彼方の西方にも塵りりもうもうの大歓声。 ここにも、新たに起こる時の声の牛を、かくて、予後の湖を抱いて、全橋場勢は間もなく東西省を結ぶ形を示していた。それに反して、狐塚の軍は、この一衝撃に介しても、全く繊維が盛り返されてこない。前哨の三平陣地、尖閣陣地、第二陣地、ほとんどひとたまりもなく押し崩され、中軍の寺院付近は、 それらのナスなき将兵や馬のいななきで埋まっていた。大井ドの、ひとまず、ひとまずここは、あさ入道を道にし、国府上江門などである、価値カの大きな体を、鎧の両脇から買い抱くようにして、日頃にもにぬご丹漁。と、今そこの山門から、無理やりに、この陣馬の渦の中に連れ出し、口々にあたりへ、鳴っていた。早く、 これへ馬を引け、親方のお馬はどうした。その間にも、勝家は、のきはせぬぞ。勝家、何とあろうが、ここは知りぞかぬぞ。たけるばかり、言いのって、さらに、自分を離さぬ幕将たちへ。いらは一体、何のために、核は勝家の打って出るを、阻めるのか。勝家を迎える間に、 なぜ目に見えている敵を支えぬか、と、目を怒らして罵った、乗馬が、寄せられた、金の護兵のビビしい馬印を持った子卒も、側に立った。所詮、ここの支えはなりませぬ。さあるからには、おうち死にも、あたら犬死に、ともあれ、北の将までおうちあって、ご最強おはかりあるなり、その上のご思案もまたござりましょうに、 バカな。カチカは、一かつ、大きく顔を振ったが、左右の人々は、押し上げるように、彼の体を、蔵の上へ移そうと焦っていた。それほど、事態は急だったのである。すると、日頃はついぞ我から差し出たことのない勝助、スケ、胡椒頭の免受症スケかアキラが、つと走り出て、カチカの馬の前にひれ伏して言った。と願いです。 大井殿、その金の御平の大馬印を、私に、配慮させてくださいまし、馬印を賜りたい、と、彼が主君に求めたのは、言うまでもなく、身をもって、後に踏み止まり、大将の身代わりにならんと、我から志願して出たことに他ならない。勝助は、その後、何とぞ、とばかり、言葉少なく、ひれ伏したままだった。 その姿には、傾斜とか、必死とか、竹ぶるものも見えず、平常、価値の前で、故障を頭として使えている時の虚子と何の変わりもなかった。何、馬印をくれいとか。馬上の価値は、地にある勝助の背を、怪しむごとく見据えてしまった。左右の諸将も、等しい面持ちと瞳を、勝助の上に注ぎ合った。皆、 意外に撃たれたのである。なぜならば、およそ柴田家の近州はまたなうちでも、もず勝助家明ほど、日頃、主の価値下から冷ややかにあしらわれていたシーンはない。常々、勝助の無口も、そのための憂鬱だろうとさえ、言われていたくらいである。彼を、毛嫌いしていた勝家は、直接、誰よりもよくそれを知っていたであろう。しかるに、 その勝助が今進んで、お身代わりに、と、馬印を望むではないか。配布一旅人にすさぶや、根行からの味方の浮き足は見るに耐えないものだった。いち早く武器を捨てて身一つ大事と脱走し去った卑怯者も少なくない。その中には、価値家が日頃、厚く目をかけていた恩子の者どもも幾人かあった。それを思い、 これを思いこり、勝家は、とっさの中ではあったが、ふと、まぶたを熱くせずにいられなかった。が、勝家は、なんと思ったか、あぶみのかかとで馬服を蹴り、まぶたにせぐりくるろいものを、我と我がししくをもって、追い払うように、何のかつすけ、死なば一所ぞ、そこのけ、そこしりぞけ、踊り立つ馬の下から、 勝助は身を裂けたが、彼の手は、その口輪を取って、いざ、そこまで、ご案内つかまつりましょう。と、勝チの意志とは反対に、戦場を後に、柳瀬村の方へ駆け出した。馬印を守る者も、旗本たちも、勝チの馬を囲んで、一段に急いだ。しかし、時すでに、堀秀政小川佐平次らの先方隊は、 狐塚を突破し、支えに立つ柴田の少子には目もくれず、彼方へ走る近平のバレン一つを各めがけて、小作はあれよ、逃すな。と槍を持った伊達天の群れが集中していった。カチを守って、一緒に走っていた武将たちも、はや、これまで、と一言の別れを投げては、カチのそばを離れて、引っ返し、 追い来る敵の猛烈な槍と槍の中に、あえて、屍を横たえた。モズカツスケも、一度は身を翻して、お、の敵を迎えていたが、再び主人の駒の号を追い、カチカの後ろから、なお叫んで歌。お馬印を、賜りませ。カツスケに、下し置かれませ。柳瀬の外れであった。カチカは、瞬間、馬を止めて、 片らの者の手から、生涯の思い出大き、鬼柴田の名と共に今日まで陣営に掲げてきた、金箔押しの護衛のバレンを自身の手に取って、それよ、勝助地中へ、と、言いながら、さっと、後ろへ向かって投げた。勝助は、身をのめらして、鮮やかに、その絵を受けた。勝助は歓喜した、一瞬、 そのバレンを振り回しつつ、主人カチカの後ろ姿へ。さらば、さらば、親方。と、最後の声を送っていた。カチカも、振り向いた。しかし馬は、柳瀬山地へ、駆け続けてゆく。その時、カチカの周りには、わずか十数機しか見えなかった。馬印は、カツスケの恋により、 勝助の手へ投げ与えられたものだが、その折、価値下の言葉のうちに、侍中へ、という一語もあった。侍中へ頼むぞ、という意味であり、勝助と共に、死地に残る者たちへの、思いやりもあったに違いない。近平の馬連の下には、たちまち、34名、一塊に集まった。これだけは、正味、直を 主下に準じる志の友柄だった。ああ、柴田柊といえ、人なきではない。勝助は、頼もしき顔、を見回して、いざ、心楽しく、最後を飾ろう。と、武者一名にバレンを持たせ、自身真っ先に立って、柳瀬村から西へ数町、立ちのさ山の北尾根へ駆け上った。ここは先に、徳山五平。 金森五郎八などが陣していた地点である。四十名を出ない小勢といえ、覚悟を一つに固めて、いざ来い、となると、なお数千の兵があった狐塚の毛朝型などよりも、はるかに輪たる式も示され、正規、敵を平芸する害もあった。勝家は山へ寄ったぞ。さては、最後を覚悟し、必死の足場を取ったと見ゆる。 迫ってきた堀木か、小川木かの武者原は、さすがに、一応、今しめあった。この頃、段木山取りでの木下藩衛門の手勢五百門も、この追撃に合わし、価値下の首は我が手に、と、先を争って、土地の木山へ分け登ってきた。山上に輝く十一機の金色しるべと、三十四名の決死の死は、そのまま、 なりを潜めていたが、ふもとからの道あるを問わず、道なきところを問わず、それをめがけて、争いのぼる屈強なものの数は、刻々、姿を増すばかりである。まだ、水酒を交わすぐらいないとまはある。山上では、モズカツをはじめ、三十四名が、このわずかなひと時を、岩間に敵々と称えられた清水を組み分けて、 涼やかに最後の心自宅をしていた。その時、勝助はふと、自分と共にある兄の重左衛門と、弟の勝ツヒを見て、兄上は、ここを落ちて、郷里へお帰りください。三人の兄弟が、三人までもうち死にを遂げては、仮名が絶え、また、留守をしていらっしゃる母上の老後を見てあげる者がいなくなります。兄上は、 家を継ぐべきお方でもありますから、どうかここは。すると、しげざえもんは、弟二人は、敵に撃たせて、兄が、今帰りましたと、母上にお顔が合わせられるか、わしは残る、勝評へ、そちがいい、その方はされ、嫌です。なぜ、嫌か。こんな時、生きて帰ってくれたからと言うて、 それを喜ぶような母上ではありませぬ。亡き父上も、今日こそ、草場の陰で、我ら兄弟を見ておられましょう。今日越前へ向かって歩く足は私も持っていません。まず勝助家明。元終わり国カスガイ軍の人なり、12歳にしてカチに捕まつえ、あと、古従頭となる。精神圧氏学を治むし、古風を孔見。 母にこうあり、攻略、大海の国知事略の土地谷の城に、著者寒川達夫は、彼の宝根を弔って、その追い立ちをこう記している。早くに父を失い、母の手に育てられたモズ兄弟の親思いはそれによるまでもなく、藩内でも皆人の知るところであった。その兄弟が、兄弟三人とも、主家の馬印の下に踏みとどまって、 価値の気球を救い、部門の名に準じたのを見れば、平常、その家の風や、母なる人のしつけぶりも、さこそと、伺かがわれる。とにかく、兄重左衛門も、弟の勝ツヒも、勝助家明が残るからにはと、一魂の使命、平として掲げたる馬印の、近錬三風の下を、去る景色もない。さらば共に、と、 勝助も今は、兄へも弟へも、家境へ帰りたまえとは進めなかった。そして、岩清水一菊の、水ズを組み合うて、清涼の木、胸を通るとき、兄弟三人が等しく家境の母へ向かって、余生、お寂しくおわしましょうが、世間に、肩身のお狭いような死にざまはいたしませぬ。それのみを、せめてと、 一人を慰めくださいませ。と、心に念じたことを察するに固くない。敵は早や、声の聞こえるところまで、四方から、近々と迫っている。勝兵へバレンを守れ。勝助は、弟へ言いながら、顔へ、綿棒、を当てた、勝かなりと名乗って、すぐ敵に面を知られないためである。五、六発、耳近くから、 銃弾が飛んできた。それをきっかけに、三十四名、一斉に、身を伏せ、起こすやいや、八幡昇乱、都内合わせて、敵へ当たった。およそ十二、三名一組ずつ、三手に分かれて、敵を目の下に、切って出たのである。あえぎ登ってきた方は、到底、この決死の行走の前には立ち得なかった。真っ向に、 太ちを浴び、胸痛え、槍を食い、早くも、至る所に無ごたる犠牲を、出してしまった。死を急ぐな、面々。勝助は、一旦さっと、しがらみの間へ退いた。彼のいるところに、近平の馬印は添い、馬印の行くところに、味方は駆け集まる。五子のはじくは一見にしかず、だ。しかもこの小勢、散っては弱まる。 進むも尻くも、バレンの下を離れぬように、今しめて、また飛び出した。切って切って切りまくり、ついてついてつきまくり、風のごとく、類の間へ引く。各戦うこと6、7回。寄せてはすでに200以上の死者を出した。日は列々、中天に昼時の近きを思わせ、外交の先決もたちまち乾いて、 漆の羽のような黒光りを見せている。バレンの下にも、今は十人ほどしか残っていない。乱ンたるお互いの目は、相見て、相見えぬ眼差しだった。小手、乱発、膝頭、満足な腰を持つ者は一人もない、と、その時、あ、一死、勝助の肩に立った。木陰に弓をつがえて、勝助をいた者は、 小川左平次の家来、大塚彦兵衛だった。ちい。と、勝助は小手に流れるる鮮血を見ながら、肩に立ったその矢を、我が手で引き抜いた。そして矢の来た方をきっと振り向いた。ザザザ、と彼方の笹村を、イノシシの分けてくるように、兜の鉢金だけが、笹波の中に、いくつとなく、近づいてくる。のう。 これまでではないか。勝助はなお、残るわずかな戦友へ、こう静かに言うだけの余裕を持っていた。戦い去り戦いきり、思い残すところはない。面々も、良い敵を選んで、華やかに名を遂げたまえ。まず、勝助より五名題の内地に遂げん。いやしくも、小馬印を伏せず、高々と持ち、まん丸となって、続かれい。 決死一段の血まみれ武者は、馬印を押し立てて笹波の中の敵へ向かって進んできた。この手に近づいてきた敵は、敵の中でも、隠気するところある日とかどの猛さばかりらしい。聞くともせず、反対に、槍に誓いを示してきた。勝助はそれへ向かって、その英気をくじくような音声で言った。水産ぞ、増人ども、 柴田朱里之助勝家のみに、己らのやりが等とうや、鬼柴田の名はあだには持たぬぞ。我に立ち向かわんほどの者のは、小川とさ、左平寺助ただ、柿の下見まさか、さもなくば堀秀政自らいれ、あしらかとも疑われる勝助の姿だった。事実、彼の前に立ち得るものなく、目前に、数名は突き伏せられた。この勇猛を見 また馬印を死死する面々の奮闘に会い、さすが自負して近づいた寄せての猛者も、包囲を割って、二町余り、ふもとへかけて、わっと道を開いた。勝家自身、往来なすぞ。畜州あらば、一気かけ、これで会えや、猿面ロウ、でよ。勝助は、酒地へ出た。そこでも、鎧武者一名、突き殺した、が、 兄重左衛門は、そこまでの間に、早打たれ、弟勝兵衛も、立ちの敵と切り結び、相打ちとなって、近くの岩の根に倒れた。その側に、金の五平の馬印も、真っ赤になって、打ち捨てられていた。坂上から、坂下から、戦々と勝助の身一つに詰め寄る無数の槍は、その馬印と、勝ちかなりと信ずる彼の首とを、 駆け仏のように、我こそ縁、と、競い合った。ほとんど、乱槍の情の下、モズカツスケは討ち死にした。さすがは、鬼柴だよ。と、敵の名だたる武者とも柄をしてさえ、肌に泡を小座しめたほど、最後の戦いは、勇猛無比であったという、誰かしろう。日頃は、無口で、おとなしく、 人一倍高額音が鳴るために、帰って、価値家や森正氏などからもあまり好かれなかったシラフ25歳の若武者が、その綿棒の下に純なる表を包んでいようとは、柴田勝家を撃ったり、金吾兵の馬印、この手に、ぶんどったり、口々の名乗り声、外貨の諸声、全山を揺るがして、しばしなりもやまなかった。この時まだ、 橋場方では、その支給が、柴田勝家ではなく、身代わりに立ったモずカツスケであったことを知らなかったので、価値カを打ったり、北野章の支給をあげたぞ、と、どよめきたち、それと共に、敵の馬印、金吾兵も、取った奪った、と揉み合うばかり観光してやまなかったが、ここで、困る問題は、 モズカツスケの首を上げた者は誰か馬印は誰の手に勝ち取ったものか諸々すべて、遺説ふんふんで、一向わからないことである。ここの主力、堀秀正家下の功を記した記録によれば、秀正の死、堀半右,右,右衛門、勝家が馬印の語兵を取り、首につを得たり、秀正これを秀吉に検事半右衛門に黄金一枚。 1> 刀一越したまもの春。また首に角章として、金銭三枚をしもさる。半右右衛門。二銭を頂戴して一銭を返上す。近代諸子電略また、別所の、官永府、には。堀堅持直政柴田と合戦の時、十文字槍を持て柴田賀金の五平の馬符を脱ひとる。この字、小塚東衛門。長せかかり。 なおに集まる、なおまご兵を捨てて、とうえもを組み伏せせ、首を取る、と、あって一致していない。しかしこの堀剣持は、その頃、またもの、売信、で名だかきは、行部、剣持、松井佐渡、と世間に歌われたほどの功のものであったことは確かであり、また、柴田の行友小塚とうえもを撃ったことは多少にも見えるから、 その一時は、ほぼ確実と見て間違いあるまい。けれど、まず勝助の首を上げたと自ら名乗っていた者は非常に多かったと見え、余語合戦覚書には、木下、名乗りかけ名乗りりかけ、勝助が首をつて、筑前森へ健山にによる、比類なき働き、と、諸人猿愛へり、と見えるのもあるし、また一書には、 小川佐平次助忠のうちのものこれを打つとも記されている。同様に、馬印の方も、誰かれ一致せず、ガモ平ヒの兵士長原孫右衛門が得たという説もあり、なお一説には、稲葉八兵衛、伊沢吉助、古田八左衛門、古田か助四人がかりで、辛くも取ったという伝えなどもあって、全くどれをゼとしどれをヒとすべきか。 寄るところに苦しむ。結局、わからないというのが事実であり、その場にいて、そこに戦っていた人々もまた、わからなかったというのが、真の真相であろう。それほど、もずけあきらが、かついえと名乗って、馬印の下になした最後の決戦は、激しい瞬間であったに違いない。肉症飛びかい、壁血草をしむる。 清掃避なき乱軍であったことを、称するものであるとも言えよう。この時刻、一方の秀吉は、すでに狐塚付近まで入っていた。この前に、前田不死の陣は、茂山から旗を返して、遠く聞きたし、佐久間の残兵も、一応踏みとどまって交戦を試みたが、支えとくべくもなく、再び、壊滅されていた。橋場主力は、 こうして、もはや外周一色に値するほどの敵にも合わず、秀吉を囲む馬一段の幕僚と、前後、びただしい軍列は、差物、馬印を日に焼きながら、延々、北進を続けて、茂山からふむろ村をへ、国安、天神前を通って、いまいちの北、狐塚と土地の木山との間にあたる街道へ続々溢れ出てきたのである。 茂山からこの辺りまで、約二里ほどの距離だった。当日の天候は、静岳合戦期、にも。4月21日、辰野下国のことなるに、一点曇りりなく、明らりに明らりたるむなしなれば、手をひども、日に明らりつけられ、糸くしがりけり。とある通り、初夏とはいえ、美濃大荒れの後で、気象一変し、 急激に熱くなって、炎火焼くような日であったと思われる。従って、大垣出発以来、駆け通し、戦い通しで一睡もしていない少子の疲労も、優しいものではなかったろう。焼け切った甲冑の重さもさることながら、それに包まれている五体の感染から流れるものは汗という程度の雫ではない。どの顔もどの顔も尺道色に燃えていた。 こうなると、満身の血痕も泥のしぶきも、その人々の意識には何の関わりもないものになっている。ただ非常な空腹にある様子がうかがわれ、早く一杯の水を飲み、土の上でも、草の中にでも、ごろりと一水したいような色が兵全体にうかがわれた。長との兵、無理もない。実に秀吉としても、無理を承知であったろう。 ただ敵に大きな、巨、あるがために、あえて取った強行戦法だった。もしこの蝶と一機の牢に対し、価値化が、また前田不死が、一体に結束し、位置を持って、これを迎え撃つなら、八九橋場の精鋭といえ、ついにこの辺りで、刺しの力もつき、断言の恨み、一挙に勝敗の地を変えて、無語たる敗退を強いられたかもしれないのである。 前田はすでに問題外だし、価値下の狐塚本人も、いかに現場誠の大きな祖母があったといえ、あまりに崩しるるに急だった。昨夜から今朝までの間に、総帥価値下に何らの対策がなかったことは、すでにこの日をもって、柴田は滅ぶものとなっていた運命という他ない。この日、静武、余後、狐塚付近の参戦場にわたって、 柴田軍の戦死者は5004人という多数であった。もちろん、このおびただしい犠牲は、決して一方だけのものではない。秀吉の側にも、無数の死傷者を出したことは明らかだ。しかし橋場軍の方のは、記録的に明確な数字が残されていないのである。その負傷者について、一話が伝えられている。秀吉が、 重山から方向を転じ、狐塚方面へ進軍してくると、みちみち、乱軍の後、無痛の手追いが、炎熱の地上に埋めいているのを見た。痛ましや、苦しかろ。秀吉らしく、そこで彼は、先を急がるる駒を止めて、付近の山を見回していた。山の手のうちこちには、里の者が戦に追われて、文化のように群がっていた。 秀吉は、黒くわ、公平、の組頭を読んで、傘を担ぎ、美濃など携えている村人の老養男女が荒れに見える。後に、褒美を使わすゆえ、渡せと申して、傘や美濃をある限り集めて来い。と言いつけた。そして、やがて、黒くわの兵が集めてきたそれを、手追いの一人一人に、覆い着せてやるのを見届け、初めて、 よし、よし、と、気が済んだような顔をして、進軍を続けていったというのである。期か諸将がようやく疲れを思い、空腹を覚え出していたとき、彼はなお人心の集乱を忘れず、戦後に資料を巡らしていたと、この一字を解くものもあるが、さてどうであろうか。秀吉の心情は、負傷者の苦痛を、いかに急場といえ、 路傍に見ていけなかった。ただそれだけの盆上であったと見た方が、日頃の彼の性格に近いと思う。ともあれ、秀吉主力の古西進撃軍と、堀秀政以下の孤島留水軍とは、柳瀬山地に入る北国街道の路上で、完全な連携を見、同時に、勝家、内地に、価値下以下の主なる武将も、荒ましぎりしを研ぐ。 との県連もあって、ここでも一時、万来に似た歓喜を発したのであった。しかし、勝家戦士は、誤報である義が、すぐ訂正された。価値下の威爆にあり、越軍の名だたる武将のうちの、国府城右衛門、吉田渡る僧、大田倉之助、小林図書、松村友十郎、千津島守入道道にし、人望若さ、 同八郎右衛門などが、狐塚から柳瀬の月地に渡る路上で、相次いで倒れ、その死休を、堀隊、小川隊、黒田隊、東道隊などの橋場方の勇士の手に勝ち取られたことは確報に違いなかったが、誤報については特に、大将勝家と見えたるは、偽首にて、北野将の古将頭、モズ勝助の身代わりに立てるものにて揃う。 秀吉の前に堀り九太郎秀政自身、釈明に来た。秀吉は、その首を見た。綿棒は取られている。価値化とは似せても似つかぬ白石名備の若者の死宮である。主の馬印を恋受け、勝家なりと名乗って死んだか、涼やかな死に顔よの。秀吉は惚れ惚れと見入っていた。死宮の若い唇は、 紫色を呈していたが白い花見を少し見せ、君、君たらずといえ、しん、しんたり、のぎを貫いた本会を自ら微笑んでいるようだった。モズ・カツスケ家・明の名は、よほど秀吉の脳裏に感銘を与えたものと見え、あと、彼が越前に軍を進めて、その平定を見た日、カツスケの母と、モズ家の縁類を訪ねさせ、それに定徴な慰問を送り、 かつ不要の役を与えたということである。彼の戦か行政は、いや自然に振る舞うことごとは、常に定義本位の制度になっていた。もとより政策の軌道は理念を基調とはしているが、評あるるところは、一人でに彼の性格を加えて、常念を主張とし、またものに、道義を骨腹とし、道義を持って、法治昇罰の鏡とする。 戦火行政をおのずからしくのであった。これも、数日後のことだが、佐久間玄馬誠の生け取られた時にも、そうした姿勢の一例が見られる。玄馬誠は、22日の夜、自身の事業所たる越前の山中で、百姓たちの手で囚われ、秀吉の人種に惹かれてきたのであるが、その際、秀吉は、 侍側のものをもってこう言わせた。現場池取りに鉄道歌者どもへは、そのことごとくへ褒美あるであろう。老若男女に限らず、諸人の百姓は、明日、一緒にまかり出るがよい。次の日、我も我もと、一軍になってまかり並んだ。また、我をらずと、その功を述べ立てた。秀吉は、百姓に、告げた。 破れたりといえ、昨日まで、漁師と仰いでいた地頭を絡め取り、信仰の敵軍へ渡すのみか、百姓の業を怠り、利のためこれへ出て、功を争い述べるなど、野人の浅はかといえ、心情にくむべしじゃ、すでに民の本性を見失うたばらことごとく死をはねい。こういうのである、百姓たちは号泣したが、嫉妬して、 それを睨み据え、ついに、許すと言わなかったという。民に道義を立てるには、示すに定義の政治をもってせねばならぬ。定義を、法、に持つためには、温情美少主義のみが、決して策を得たものではない。時に、春烈無情にも似る喧嘩の段型名もまた下さねばなるまい。途上一別。価値化は身をもって逃れたが、 価値可の右翼であった全軍は、完全に壊滅し無酸し去った。柳瀬付近には、今朝までの金吾兵の馬印に変わり、秀吉の戦票の馬印が望まれる。異色のあるそれが、今日は特に列実に輝いて、何か、人知人力を超えたものの標識のように人々の目を射る。またその辺りから一帯の街道、平野、部落へかけて、 企下諸行の番機や各隊のつわものの差し物が霞むばかり移集して、演前、戦勝式下のごとき生還を呈した。橋場小一郎秀長の兵団が最も大きく、庭、蜂八賀、八屋、堀尾などの一部隊、堀九太郎、高山右近、桑山修理、黒田勘兵衛氏、木村隼人の助、東堂優右衛門、小川佐平次、 加藤光康安などの全体など、見渡すにも目に余るほどな群馬だった。勝てり。我勝てり。この雲河が波打っている紅葉はそれだった。一平の姿もその歓喜の一派だった。馬の汗に輝き見えるのもその光だった。事実、この日において、決する者は早決したと言ってよい。秀吉対価値家の、相互全力を挙げて、 天下の奇数を落とした一戦は、ここに勝敗を明らかにし、再びこの形が覆る余地も奇跡もありえない。三権、小宅、上司、累妻、平野など、差しも広範な天地に雄大な構想を展示、夫人の退治久しかったこの大会戦も、その念入りなしきりの割に、最後の帰結に入った地風戦い地の死に物狂いの戦いは、 まことに短いものだった。また、あっけないほど、一方的な突進猛撃に接見されていた。後に、歴史としてみれば、当然各あり、各気するものだった。和寛幾多の文霊が、先に無数の国土土地をもって、明らかに示しておいた工房の公式通りなものでしかなかった。そうわかるのである。しかし、価値化の真似にしてみれば、 到底、そんな単純には片付けられまい。なおさらのこと、定まれる法則の逆を踏んで入ったものなどとは破れてもうなずくまい。また秀吉にしてさえも、各一気に勝てるとは予期していなかったに違いない。大垣を発するときの、我がすでに勝てり、の一斉と、あの回馬一弁は、勝てるという安女な気持ちからは出るものではない。 すでに勝家との食うか食われるかを予期して出た死中性あり生中性なしの大号令を単なる例でなく自身の姿をもって全軍に振わしめたものである。彼がすでにこの合戦に勝たねば死のみと思い決めていたに違いないことは死残血がを減出した静武の乱軍中も終始陣頭に立って 二十歳代、三十歳代の若者たちにも劣らず、額で敵の背を押せや、と、声を枯らし続けていたあの元気さでも、十分に想像がつく。勝てば、直ちに、明日からは、天下人とも言われる約束を持つ彼が、もしこの間に毛ほどでも、明日以後の世や一心の栄えを思っていたら、決してこんな赤来一挙の勝負を果たし得るものではない。 緩和9代。さてその秀吉の勢力と佐古敵心は、まだまだこんなところに留まって、外貨に寄っているものではなかった。時に、21日の正午。一応、全軍は、兵糧を取った。帰り見ると、静だけで除染に入ったのが今行の午前4時。誰から約8時間ぶっ通しの戦闘であったのである。が、兵糧が済むと、 全軍はまたすぐ北進の命を受けていた。柳瀬、椿坂、大黒谷と、延々の平和は食に入る儀を忍ばせた。国境の土地の木峠にかかると、西に裏日本鶴賀の海が早望まれ、北方へ地前の山野は開けて馬帝の下にあった。すでに日は傾き、春めく天地のもの皆、虹色の墓食に燃えていた。 秀吉の顔にも赤が染められた。大垣以来、一睡もしていない顔とも見えぬ。おそらく彼は人間に眠るという時間のあることを忘れているのであろう。進めど進めどとどまろうとは言わない。夜は短く、日は長い盛りである。日いっぱいに、越前今状に宿営した。戦闘部隊は、なお行軍を続け、夜のうちに,に、りあ余りの先。 脇本まで進出すべしと命ぜられ、広報部隊は、中軍からほぼ同距離のいたどりにとどまったから、守備およそ4、小里にわたる野営人であった。山本とギスの泣き抜くも知らず、秀吉は定めし海い眠に入ったことであろう。明日は、府中の城下にかかるが、差し詰め、前田の人挨拶、どう出るか、どう受けるか眠りに入る前、 当然、この宿題は、彼の脳裏にあったに違いない、が、重山大臣の態度に見ても、利家の移住はある程度、ほのめかされているとも言えるし、それを前途の障害として取り越し苦労に病んでいる秀吉でもなかった。がえって、その前だ利家は、どうしていたかというに、利家は、同日の昼頃には、早この辺りを通過し、 日もまだ高いうちに、四足品長の居城府中に、全軍を引き上げていた。とつつがもなく。と、夫人は出迎え、両人は、帰った。とのみ、移中のことは、限界に置いていた。手追いも出た。上中に入れて、それぞれ熱く見て賜われ、わしの世話は後でよい。歳家は式台を踏もうとしなかった。わらじも逃がず、 武装も解かない。そして大玄関の前に佇んだ。古将たちも、静粛に立ち並び、何かをおごそかに待つ風であった。やがて、大手門からこれへ、幾組も幾組も、武者の軍が静かに進んできた。盾の上に寝かした戦死者の屍を守ってくるのだった。甲冑の死骸の上には、その武士の誉れある差物が乗せられてあった。 11個の盾と差物が、木地地物堂へ迎え入れられた地には、戦勝者が、追われたり、肩に助けられたりして、別の車に入った。この情景で見ると、重山大臣の際に、前田軍が払った犠牲は、戦死十数名、戦勝三十七、八名であったことがわかる。柴田、佐久間の日ではない。けれど年市夫妻が、 この少数な犠牲者に対する霊は低調を極めた。従来の場合と違い、霊以上な、わびる気持ちすらあるやに見えた。自物道に金がなり、日もゆうづくごろ、旧地上中には水炎が立ち込めた。兵糧を取れと礼せられたのだ。しかし、軍隊はなお解かれない。少子は、戦場にあるままのせいで、核配置につき、 城壁を固めていた。北の正殿が、ただいま、御城門へ見えられました。大手の万兵から、奥へ、こう大声で伝令があった。家値家がここへ立ち寄ったというものらしい。何、匠作戸の、勝家、が城門へ見えられたとか。折腐し、矢倉にあった利家は、大手からの知らせを聞いて、無然と呟いた。 意外ならぬ様子でもあるが、また早くも、お中度となったその人を目に描いて、会うに忍びない風でもある。陳死していたが、お迎えに出よう。四足年長と、居合わす幕章四、五を伴って、歩みかけた。父上、矢倉の折口で、年長が言った。お迎えには、私一命が先へ馳せまいって、 お玄関までご案内つかまつりましょう。お父上には、そこでお待ち受けあっては。お、そうしようか。そういたしましょう。櫓橋後は急で足元も暗く、三層も階を重ねている。年がは、と,ととととと先へ駆け降りていった。後から降りていく年への足は、ほほ、ものを思いつつ運んでいるようだった。最後の階段を降り、 どのような太し柱が幾本となく暗闇に立っている武者だまりの滅を生きた時である。古従のうちの、村井又兵衛長よりが、つと、年家の後にすり寄って、どの、と、たもとを引くように囁いた。目だけで、何か、と長よりの顔を見た。長よりゆきは、さらに、主の耳へ顎を近づけて、折りも折り、 これ北の小殿のお立ち寄りあるわ、またなき幸せ、打ち止めて、その子宮を、畜前殿へお送りあらば、後藤家と橋場家とのお仲も、難なくご和解を見られましょうに、と、賢げに、検索した。すると年家は、屋庭に、またべえ長寄りの胸板を、どんと押した,たいて、黙まりおろう、と、恐ろしい声で叱った。 蝶よりゆきは、よろよろと、後ろのいた壁まで行って、からくも尻餅を免れた。真顔な顔をして、立ち直すことも、下に増しマスことも忘れていた。それを睨め据えながら、年家はなお余分の冷めぬような語気で言った。ひぎ、卑劣、口にするもはずべき邪暴を、主の耳に囁くなど、沙汰の限りなやつ。 死にして指導を知らざるやっこ目が、誰か、門を叩く急症の首を打って、自家の経営に利戦とするものぞ。まして、いかあろうと、勝家と年家とは、他年同人の人、たわけを言うも、ことにこそよれ、つつしめ。おののく影を後に置いて、年家は、そのまま価値化を迎えるため、玄関へ出て行った。佇んでいるほどの間もなく、 勝家は馬上のまま通ってきた。切り折った槍の絵を片手に持ち、負傷している様子はないが、満面にや満身、清掃の木にまみれている。その馬の口輪は、迎えに走った子息と品川が握って、親切に自ら案内してきたのである。友の八器は、注文外に残してきたと見え、これは価値下一器だった。ご子息、恐縮恐縮。 世辞よく、馬から降りて、そこで年家の顔を見ると、まず自重するように、こう大声で言った。負けたは負けたは、無念ながら核のご年じゃ。思いのほか元気であるのだ。いや、そう見せている価値家なのかもしれないが、とにかく見ぬ前に、年家が想像していたよりは、はるかに雷落な風である。まずまず、さ、そのまま、そのまま、 年家は、この廃章を迎えるに、日頃以上、年頃だった。子息の年長も、父に劣らぬ誠意を持って、この落ちうどの血にまみれたわらじの片方を解いてやりなどする。やれやれ。我が家に帰ったような心地だわ。かかる時の人の恩情が、滅失の淵にある人に真実の感動を与え他を恨む心や猜疑を捨てさせ。 なお世に光を思わせる唯一の救いであるは言うまでもない。よほど嬉しかったと見え、かつえは本丸に通ってからも、不死の無事を祝して、この旅の破れは、すべてこれ、身の落ち度に他ならぬ。ごあたりにも、類ををわずらはしたが、許されい。と、率直に詫び、ともあれ、北の省まで落ちゆいて、心置きなく始末、きれいに、 所存を遂げたいと思う。この上のご蔵さじゃが、湯漬けを一番、地走して賜るまいか。刺し物鬼が、仏柴たとなったような言葉である。年家も、涙なきを得なかった、子息をして、すぐ、お湯漬けを持て、言うまでもない。一婚、何はなくとも共に、と支度を急がせ、さて、慰める言葉もなかったが、 よく言われることですが、勝敗は陛下の常。今日のご無念はバンバンを察しされるものの、大きく、宇宙の輪廻から見れば、そもそも、勝もおごれば滅ぶ日の一歩、入るるも徹すれば勝つ日の一歩、攻防のる点、一丁の引きの通りではありませぬ。などとたじなく語りかけると、勝家は早年家の言わんとするところを悟って、さればよ、惜しいのは、 くつるなき、るてんのうつりなき、なのみではある、が、また左殿、休んじておくれれ、欠場はつけておるで。そういうのも、しごく自然であって、日頃の価値下と違い、今は全く、いらち迷っている風もない。調子が来ると、心よく一根組おそらくこれが別れであろうと、と市家府しにも釈し、さて、と市家の休時で、 さらさらと湯漬けを一番食べ終わると、生涯の地層、今日の湯漬けに敷くものはなかった。異界造作をかけた。忘れはおかぬ。とそうこう、糸まごいを告げて、元の玄関へと歩いた。年家は、外まで送って出て、価値化の乗馬のひどく疲れているのを見。馬屋からわしの足毛を引いてこい。と、故障に言いつけ。 自身の相場を持って、価値化に進めた上、再びと品長に口輪を取らせて、万一あってはならぬ、場外の町や端くれまで、そうしてお見送り申せ、と、命じた。そしてなお、馬上の人へ、北の省へお入りあるまでは、ここの防ぎお気遣いなく、と、特に告げた。価値化は、一度去りかけたが、 ふと何か思い出したように、また駒を戻して、歳へのそばへ寄った。愛別れて、一度去りかけながら、また別れを告げ直しに戻ってきた勝家の意は、こうであった。また左殿、小当たりと畜衆とは、若年からの、二つなき別婚。戦いかくなるからは、この匠作に義理遠慮は早入りもおさぬ。ご分別よろしくあれや。 彼のこの言葉は、利家に対する最後のものとして、彼の最大な行為と、今日までの感謝を表したものに違いない。馬上の顔は、偽りなくそれを表情していた。利家は、恐れいる。と、その心に向かって、心から辞儀をした。縄文を出る価値下の影を、夕日の赤さは特に濃く浮かせてゆく。馬上の今日発揮。 補卒十数名というビビたる残群の列はこうして北の省へ落ちていった。年長は、父の言いつけなので、価値家の馬の口輪を取って従い、価値家が行くか、もうよい、お帰りあれ。と、気の毒がって言うにもかかわらず、万一の変を思って、府中の町や橋くれまで、送ってきた。途中、勝家は、城下町の新屋敷など見て、 ここも、おとの知性で、見違えるばかり繁盛になってきたの。戦も難しい。領地の難しさは格別。父上にお習いなされよ。価値下にお習いあるな。と、さりげない馬上からのよもやま話を仕掛けたり、おりおり、たわむれを言って、年長を笑わせたりしていった。白したはずれまで来たので、年長は口輪を今日のものに譲り、 ごきげんよう、では、ここにて。と、別れて帰った。父は、価値下の去った本丸の一室に、錆として、一人座っていた。ご無事に、お送り申し上げて、戻りました。そうか。とのみであった。考え何を思うか、年家はなお目前たる姿だった。21日の府中城はこうしてくれかけていた、地に、 秀吉の橋場軍はすでに立ち抜き峠の国境を続々越え、この府中と一路繋がる辿り、孫谷、落合などへ心身と近づきつつあったことは、まだここにはわかっていなかった。父上、職をお持ちしましょうか。いや、ここにはいらぬ。今宵は矢倉におらねばならぬ。措置も大手の守りについて、しかとおこたるな。とかく疲れておる少子じゃ。 そちの緩みは皆のたるみなるぞ。はい、では、わしもろに立とう。共に、そこを出た。その時であった。やぐら下の暗いほろで。あほう、あほう。ふいに、井戸の底でするような声が、がんがん響いた。いけない、いけない、話すものか。いや、話さぬ。こんなところで、犬地にしようとするようなあほう。まいちど。 頭から叱られるがいい。さあお事情の前へ来い。必死の声を絞っているようでもあり、またどこかひょうきんな調子にも聞こえないではない。誰じゃ、あの叫びは。歳家が聞き耳立てると、歳長はすぐ答えた。刑事郎です。刑事に違いございませぬ。声、物音の方へ、歳家は歩いていった。 やぐら下の武者だまりに通ずる真っ暗な炎であった。瞳を凝らすと、老いの慶二郎が、一人の武者を拉致していた。さあ、来い、来いってば、無性にその腕首を引っ張っているらしいのである。武者が、本気で争うならば、まだなりの小さい、14歳の慶二郎の手を払うがごときは、何の造作でもあるまいが、主人の老いというところに、 低等平身、なすままになりながら、ただその無下な意志だけを拒み抜いているのである。慶次郎ではないか、何を喚いておる。あ、おじご、良いところへお越しくださいました。誰だ、そちが捉えておるものは、またべえです。何、長よりじゃと。ええ、さっき、おじ様が、やぐら橋ごの下で、 カンカンにお叱りになったマタベイ長よりです。おじさま、もう一遍叱ってやってください。マタベイは、大馬鹿者ですから。そちこそわらべのくせに、何を言う。長よりがあれから、どうかしたというのか。そこで、腹を切ろうとしたんです。ふむ、そして、止めました。私が、なぜ止めた。だって、ケイジロウは、 さかしげな花の穴をつんと上へ向けた。そしておじの意を返しかねるといった顔つきで勾弁した。侍のくせに、犬死にするなんて、もったいないじゃありませんか。腹も切りどころがあるでしょう。主君にお小言を言われ、面目ないからと言って、いちいち腹を切っていたら、この慶次郎なんか毎日、腹を切っていなければなりません。ははは。 刑事がまたおかしなことを申しおります。父の後ろにいた年長は、これを機に、長よりの詫びが叶えば、と、前へ出て、わざと、父の話を横から取った。刑事よ。そなたは、どうしてここにいたのか。さっきから、隠れて。隠れて。またべえがおじさまに叱られた時、これは、きっと腹を切るぞと思ったから。 あの柱の陰に行って、一人でそっと見ていたんです。ははは、いたずらもするが、賢いやつ、父上、刑事までが、こう暗示ておりまする。長よりの最善の出現は、どうぞ許してあげてくださいませ。刑事も一緒になって、長よりのためにわびた、おじさまのもとへ引っ張って行って、もう一度、叱っていただこうと思ったのです。 マタベイを勘忍してあげてください。歳家は目前としたまま、許すとも許さぬとも言わなかった。が、やがて、マタベイ長よりへ、直接こう言った。長より、恨むなよ。わしを。マタベイは、意外に打たれて、床に額をすりつけ、おえつに似た声で叫んだ。な、何を仰せられます。残機に耐えませぬ。ただ、 死を仰せつけられませ。主君を思えばこそ言う措置の言だ。何の、圧縮機構が善意の権限も、時により主家を危ううすることもある。かつは、四人の示しにも叱ったことじゃ、いつまで根にもたいでもよい。忘れろ、忘れろ。村井長よりは、寒涙に濡れまみれた表を、いつまでも、あげえないでいた。慶次郎は、 彼が許されたと見ると、すぐどこかへ、飛んで行ってしまった。寸事といえども、時を無駄なく遊び跳ねている少年だった。もう14歳にもなるので、初陣にも連れて出ていい頃であるが、年家は、兄の子という預かり者に万日があってはと思うのか、または人一倍さえ弾けたところのある老いの素質を見て、時を選んでいるのか、やかましいことも言わず、 ほとんど、花違いの小鳥のように、天聖に任せていた。その慶次郎はたちまち、櫓の上へ駆け登っていたと見え。ああ、見える見える。何か、大声を放っていたが、再び駆け降りてくると、しきりに歳家不死の姿を探している風だった。利家は、歳長、長よりを連れて、こ庭の幕舎へ向かって歩いていた。 工事、敵が見えますよ。敵が。慶次郎は、追いついて、少年らしい興奮を見せた、ボール上登って、東の方を見ると、北陸街道に沿う脇本のあたりに、橋場方の一軍が早や正気を表してきた、と告げるのであった。そのことは今、物見ろの者からすぐ連絡があったので、利家は、彼に聞くまでもなく知っていた。 しかしその一軍が、秀吉自身の先駆してきたものか、他の武将の先方大化については、まだ称号はない。刑事、うるさいぞ。黙って歩いて行く父に代わって、歳長が、睨むような目を見せた。だが、いとこの年長では、この少年に、何の効き目もないのみか、かえって、刑事郎の良い相手にされるばかりだった。孫四郎。 年長様、合戦は、今夜始まりそうですか。いつでも、いつでも、孔子はわしを連れて行ってくださらないけれど、ここで戦が始まれば、お許しがなくたって、今度は慶次郎も戦に加われる。わしは孫次郎様にだって、負けないぞ。うるさいと申すに、そちは、西の丸の、母上の方へ行っておれ。女の中へなんか、 嫌なこった、戦だというのに。これ、胃なのか。利家は、振り向いて。孫四郎、放っとけ放っとけ。慶次郎は、手を叩き、苦笑するいとこを生やした。と思うと、大場の端くれまで走って、そこから脇元方面を望み、敵の飾りに赤く染められている夜空へ丸い目を凝らしていた。大手をかけてくるに。 三機があった。物見組の者らしく、すぐ城門の内へ隠れ、やがて理科の入幕者へ姿を隠した。消防は、物頭たちの口々から、すぐ全城の者に知れ渡った。今宵、脇元に、下敵は、堀秀政の戦方で、秀吉は、方法の今城に祝人したらしい。何分長と一気にシックしてきた兵だから、すぐに、 このお城に寄せてくる恐れはバンバンないが、何をやるか知れぬ橋場勢のこと。明け方は、警戒を要する。船かぐすくの少子は、先に村井又兵長頼りが、委託叱責された噂を耳にしているので、それをもって都市への心を押し、秀吉を寄せつけて、ここに攻防一挙の勝敗を果たさんものとみ、免れがたき老城戦を、 皆心に覚悟していた。良き家、良き妻。一夜を、いや、ほんの半夜を、今状に回眠した秀吉は、翌22日には、早くも、お経って、脇元まで馬を進めていた。堀秀政が出迎えた、馬印をまっすぐ受けて、そこに立てた、総水のあるを示して、この先方体の位置が、即、 中軍となったことを表すのであった。昨夜中、不中状の動きは、どうあったか。秀吉の問いに、別条もございませぬ。と、秀政は答え。しかし、なかなか息巻いておるやに見られまする。と、言い出した。風む固めておるか。筑前との一戦必死と、自問自答して、秀吉は、 そこの丘から、府中の方角を見ていたが、唐突に、九太郎、用意せい、と、不礼を促した。御出馬で、もとより、淡々の大道を望むようなうなずきであった。秀政はすぐこれを秀吉の各武将に達し、また自身の先方隊にも回触れを出して、まもなく、昨日の通りな序列で行軍を起こした。 府中までは一時を要さない。秀吉は旧太郎秀政を先駆させて、先方の内にあった、はや城壁が見える、城肩の金箔は言うまでもなかろう。位置を変えて、上等から望めば、心身と迫ってくる兵馬の本流と、戦闘の馬印は、さらに、手に取るように見えているはずである。止まれ、という例が出ない。 秀吉の姿はなお馬上に見える。で、先方体の少子は、さてはこのまますぐ包囲体制につくものと思った。船かぐすくの大手に向かって、本画の橋場勢は、核翼の開きを示した。そしてただ戦票の馬印だけが、しばらく動かずにあった。その時、城の草を構えが、パッと荘園を吐いた。途端に、 鶴瓶うちの銃声である。秀吉は、秀政へ。旧太郎、も少し、後へ尻溶け、後へ。と、兵の交代を命じた。そして、また、兵を開くな、人形を取らず、一緒にまとめ、まん丸と、無体の隊に戻せ。と、備えを変えさせた。いや、備えをなくさせたのである。先手の兵が、 射程距離の外へ下がったので、自然、白方の鉄砲もやんだ。が、相互の戦機は、まさに、一触即発の寸前にあるかに見えた。たれぞ、馬印を持って筑前の行く前を、十軒ばかり隔てて、真似すぐに先へかけよ。口取りは、無用じゃ、秀吉一人して、これより町中へ参るほどに、前もって、 誰へ意中を告げるでもなかった。彼は不意に馬上からこう言い出したのだ。そして、所将の愕然と騒ぐ顔を、子供投げに見捨てて、すぐとことこと一人駒を進め、大手の白際へ向かっていく。しばらく、お先に立ちますれば、しばらくお待ちを、飲めるように、それを追いかけた一氏が、辛くも、十軒ほど先へ越して、 命じられた馬印をかざしてかけると、たちまち、その金表へ向かって、数発の弾丸が飛んできた。撃つな、撃つな。馬上、大声を上げながら、その弾の来る方へと、あえて、かけてゆく一機は、一線の飛ぶような姿でもあった。畜前を、見知らぬか。近々と、縄文の際まで寄ると、彼は腰の金彩を抜いて、 白兵へ振り示した。これは、筑前森ぞや見知りおるものもあろう。鉄砲は撃つな撃つな。当て黄門脇の矢倉にいた高畑岩見と奥村スケモンの二人は、あ、と驚いた様子で、矢倉から飛んで降りた。そして内から門扉を押し開くと、橋場殿におわせしか。さも、意外らしい顔のまま、挨拶に講じている隊だった。 二人は、顔見知りの者だった。秀吉は早馬から降りていたが、我から歩み寄って、また左は、帰ったか。と、問い、重ねて、また左衛門不節どもに、別状はないか、無事起乗いたしたか。と、見舞うように聞いた。奥村スケ門が、去れば、鬼ポートも筒つつがなく、ご起乗されておりまする。と、 答えると、秀吉は、そうか、よかったよかった。それ聞いて、いささか安度、ジョミギ、岩見、わしの馬を引いて来い。馬の口を、二人へ渡すと、秀吉はあだかも、我が家来を連れて我が家へでも入るように、さっさと、縄文の中へ入ってきた。そうが前に寄っている甲冑の村狩りは、呆然と、この位置、 の振る舞いに気を飲まれていた。また、都市 e f 氏の姿も、ほとんど字を一つに、彼方からかけてきた。そして、そう近づくや。おう、これはこれは。やあ、また左か。というようなわけである。たくものでもなく、強いて言うのでもない。年来の友と友とのありのままに、どう召された。と、一方が言えば、 一方のまたサ衛モンとシーエも、どうもせぬわ。と、一生に言い放ち、まず、こうござれ。と、子息としながとともに、先に立って、本丸内へ迎え入れた。しかも、わざと、堅苦しい大玄関は避けて、路地門を押し開き、庭伝いに、柿つばたの紫を見、白つつじの先区間を縫い、 奥書き院へ直に導いていく風だった。これは全く内輪の客扱いと言っていい。昔、書き人への隣り合わせに住んでいた頃の往来も、こうだったのである。秀吉もまた、この荒にして親しい扱いを、昔懐かしく喜びながら、やがて年家が、さあ、これ、と、書院の上に生じても、わらじを解かず、 たたずみ見回して、彼方の学校いないに見ゆる一棟は、お台所らしいが、と尋ね、年家が、そうだと答えると、ではまず、ご内ぎに相もおそう。ご内ぎはあるや。と、そこから声をかけながら、はやや台所の方へずかずかと歩き出していた。年家は、驚いた。妻に会ってくれるなら、今これへ呼ぶから。 という間もなかったし、台所へなど行ってはいけないとも言えなかった。で、慌てて子息と品川へ。孫四郎、ご案内に立て、早おいけ。と秀吉の後を追わせ、自身は書院から廊下を出て、妻へ知らすべく奥へ急いだ。より以上、びっくりしたのは、本丸の大台所に働いていた台所役人や、 包丁人やおし物の女たちであったろう。ふいに、のっそりと、柿色の陣羽織を着た、武者にしても小作りな一生が、や、とどまのうちへ入ってきたと思うと、そこの大勢を見回して、また左の御前はおられぬか、おむち室はどこにおらるる、と、なれなれしげにわめくではないか。ここには、誰も、彼を彼と知るものはない。 腰に束さんでいる才や立ちづくりは誰の目にもただの武将とは見えない。どうしても大将である。しかも味方のうちでは見たこともない大将だ。はじめは、皆げんな顔をしていたが、金才総研の意を見て、はっと、一斉に下に下がった。また左の午前。また左の午前。畜前じゃ。顔をお見せなされ。 秀吉はなお台所部屋の奥へ向かってこう呼び抜く。ちょうど、全部屋の物片付けに、メシいたちと共に立ち働いていた歳家の夫人は、ふと、それを耳にして、誰ぞと、怪しみながら、こしぎぬ、たすきがけのまま、何気なくそこへ出てきた。そして、秀吉の姿を、突然そこに見たときの、 彼女の驚きようと言っては、どう形容すべくもない。あれとしばし、目を丸くしたまま、立ちつくし。まあ、これは、夢ではございませんでしょうか。と、言った。ごないぎ、久しいなあ。さてさて、いつもお達者で、めでたい。秀吉が歩み寄ると、彼女も初めて、我に帰り、助けを外して、 いたどこの下へし去った。そして、まずまずと、身をひくめて生じたが、秀吉は無造作に、大土間の框に腰を据え込み、小内儀の顔を見て、何よりも先に聞かせたいのは、針間にある娘、利家の娘を秀吉の幼女とせる者もも、も姫路の女どもと打ち混じり、至極息災に成人したるよしじゃ、ご安堵あるがよいぞ、また、 この度は、亭主またざえモンのも、辛いご出陣と相見えたが、身体たちどいなく、栗引きの切な先も激しく、前田一陣のみにおいては、戦にも、負けなしと申してよかろう。これも、めでたい。ご亭主の部分は、まず長守日を。ご内義、喜ばれい。あ、ありがとうござりまする。彼女は、 ひれ伏した額の下で手を合わせた。ところへ、夫人を奥の方に探し求めていた歳家が、ようやくここに見えて、ここでは、端地下も端地下、あまりにお粗末すぎる。ともあれ、どちらからでも、おわらじをおときあって、まずまず上へ、と、夫さいして、手も取らぬばかり進めたが、秀吉は、依然、立ち寄りの客、の気軽さで、 北の省へ急ぐ途中、ゆるりともいたしかねる。だが、御意に甘えて、冷や飯なと一善賜ろうか。お安いことではあるが、それにしても、書院かすきあえでも、ちょっと、お上がりなされて。と、一家を挙げて、秀吉の承継をこうたが、彼は、他実もある。今日は早速こそ良けれじゃ。ご内ぎ所門は冷や飯一善。 ただ手軽う賜われ。とのみ、わらじを脱いで、くつろごうとするふうもない。秀吉の気象は、好意も悪いも知り抜いている夫妻である。義務や格好が価値を持つほど水臭い中でももともとない。はい、ではざっと差し上げましょう。歳家の夫人、一度外したたすきをかけ直して、自身、調理場の水がやまな板の前に立った。 かずきの大台所である。たくさんな包丁人やかひこ者もいる。台所奉行さえいる。けれど、似た木はできない。こうなものの刻み方は知らないというような奥方ではなかった。昨日も今日も、負傷した少子へは、自身、その手当てを見、食事の世話も、これへ来て、手遣から調理していたほどな婦人である。ことなきびでも、 良人の好みのために、調味や包丁に親しむことは決して珍しいことではない。貧しい日こそ人を作る。ことに女の教養は、貧苦窮房の冬日を超えてきた風雪の訓行でなければ、誠に根のない切り花のそれに等しい。秀吉は、この婦人が昔に変わらず、たすきがけで立ち働く姿を、何かすがすがした心地で見とれていた。 今でこそ、この家も、のとななおにかずき、この府中にかずき、府市両方で22万石の夕飯をなしているが、キ安時代の貧乏は、隣の東吉郎の家にも負けない苦しさで、米の一生借りはおろか、塩の一握りや、一石の灯しゆさえ、あったりなかったりで、とや、今夜は明かりがついておるぞ。と、林家の浮遊な日が、 すぐそれでも分けるくらいな時もあった家である。が、その頃の苦節が、なんと今日のこの奥方姿に危うげのない好機となって生かされてきたことか、根のしっかりした教養日となって現れてきたことか、秀吉は、自分たち夫婦のその頃の生活も思い出されて、我が家のねねにも劣らぬ女房を、と、心から見入ってしまった様子であった。が、 それもつかの間、歳家の夫人は、たちまち、二品、三品、何かの菜を作り終えると。さ、こちらへ。と、その全部を、我が手に捧げて、台所から外へ出て行った。食物の行くところ、秀吉も、従わざるを得ない。夫人はさっさとかまど部屋の横を通り、すすいろのこの囲いから外へ出た。 西の丸へ続く庭山のあたり、赤松のソリンの下の一鎮である。後からついてきた腰元たちは、すぐ付近の山芝の上に毛線を敷き、また他に二つの全部と調子とを運んできた。いかにお急ぎでも、あなた様へだけ、午前を差し上げるわけには参りませぬ。やあ、ご亭主とご子息も、ご商売くださるか、それは一段片じけない。 の座敷にて、腰氷楼でもとくおつもりで、さ、どうぞ。秀吉と対して、利家もそれへ座った。利長は、調子を捧げた。一鎮はあるが、一鎮は持ちず、松風は吹けど、松風も耳がいに置いていた。酒は一尺を超えるなく、秀吉は、利家の妻が心入れの際と冷や飯に杯ほどを、そこそこ食べすまして、 満足満足。目が湧くば、この上にも茶が、茶を一椀と求めた。チェンには、用意がある。夫人はすぐそこへ寄って、組み出して一を供した。さて、ご内儀。と、秀吉はそれを飲みながらの談合顔で言う。いろいろ、お造作に預かったが、ことのついでに、これよりご亭主のまた左殿を雇うて参りたいが。 どうあろう、女房殿には、たっさりした話である。が、もしこれを、橋端,端から前だけへの、正面からの交渉と仮定してみたら、問題は誠に重大である。当然、部門としての、対面上の問題も起こり得るし、内部的には、意見の分裂も生じない限りはない。下手をすれば、 なるかならぬかの極めて危険な状態にも立ち至るだろう。何分、城壁人への内と外では、両域をとも満を持たして、いつでも火蓋を切るばかりに退治しているところである。なお第一には、それでは多くの、字、を要するほ。ほ、ほ、ほ、ほ。夫人は、晴れやかに笑った。そして言うのであった。久しぶりに、天主をかせ。 のお口癖を伺いました。昔から、宿の亭主を借りて行くぞ、は、あなた様の、毎度の奥の手でいらっしゃいましたが。はははは、秀吉も笑い、年家も笑った。のう、また左。女は古い遺ンとてなかなか忘れおらぬと見ゆる。よく、お主を借り物にして飲みに出たことを、まだ、今のように申す、ははは、ごないぎ。 お湯加減はよろしかったが、ちと、にごうござったぞ。と、茶碗を戻して。が、昔と違う今日の話。ご内儀に依存なくば、亭主にもいなやあるまい。ぜひ北の省へ堂々なつかまつろう。ご子息孫四郎殿は、おふくろ様のとぎに、後へ残しをかるるがよい。談笑の間、ことはすでに、決まったものとみ。 秀吉はどしどし一人決めに決めていた。そこで、ご子息は残すも、ご弟主にはぜひ、先駆けして欲しいものよ。また左派行くさこうじゃ、喰らぶべきものはない。そして、めでたく鬼神の日には、再びここに立ち寄り、その折は、ご内儀が迷惑と申されても、五十三日も登竜、随分わがままもしてみしょう所存じゃ、今より地層をお頼み置くぞ。 どれ、尿潮の発行、糸間もなければ、今日はこれで。と、秀吉は早立って別れを告げた。一家の者は台所港まで送っていった。その途中で、夫人は言った。孫四郎は、お袋の時に残せとの、大瀬ではございましたが、私はまだそんな年でも、そんな寂しがり屋でもございませぬ。城の留守にも、 守るに暗示のない武者も多くおりますことゆえ、どうぞ、主と共にお連れ遊ばしてくださいませ。年家も、それに同意だった。翌朝出発の時刻も、打ち合わせも、秀吉と家族の者の,の忙しい歩みの間に決まっていた。次のお立ち寄りを、きっとお待ち申しておりまする。夫人は、台所港に留まって見送り、不死はなお、 大手まで送っていった。串子と遭う。彼が、前だけお辞して、城外の知陣へ帰った当屋である。栄所へ、柴田方の大物二人までが、捕虜となって引かれてきた。一名は、佐久間現場の城森正。もう一人は、価値家の養子、柴田勝利であった。いずれも、 山伝いに北の省まで落ちていこうとする途中囚われたものという。現場誠は、負傷していた。夏は破傷風を起こしてすぐのうを持つ。落ち武者のよく用いる非常療法に休止がある。現場誠も、山中の農家へ立ち寄って、もぐさをくれぬか。と、頼み、傷口の周りへ、ところ嫌わず焼糸を据えた。 原始的な両方に似ているが、無事の湧くほどな大傷も、それによると細胞や皮肉の回復が著しく強力になるという。また、当時の無者ともがも、川旅、無者はランジで故障を抜粧したりした後など、足に水虫を病むものが多かったが、それにもよく刃痘は用いられた。傷口の場合と同じように、水虫の陣地を刃痘で包囲し、 病巣をひぜめで殲滅し尽くすのである。現場誠が、多年なく、焼刀を据えている間に、土地の百姓は、密かに語らい合い、捕まえて、褒美に預かろうではないか。と、その夜、二章を止めて、猫屋を包囲し、猪獅子縛りにして、引いてきたものだった。秀吉は、それを聞いて、大敵と言いたいが、 百姓にしては、出来すぎている諸行。と、あまり気液の様子もなく、かえって、百姓たちの期待とは全く反対な喧嘩を持って彼らに報うたことは先に記した通りである。翌23日、秀吉はいよいよ、価値の本拠地、北の省へ馬を進めた。前田不死も、参加した。この日も、 先方は堀久太郎秀政。府中から北野省までは、皇帝わずか五里余りである。当日午後にはもう越前第一の都府、北野省の城下は、九ず川のほとりにも、阿日山の用地にも、秀吉方の兵馬を充満していたのであった。途中、徳山則秀の一族や、不和光春、勝光の父、などの、 すでに風を望んで、人満に降ってきたものも少なくない。秀吉は、明日は山に陣し、水も漏らさぬ指図を下して、北の少女を完全に包囲させた。それのなるやいな、秀政の一体をもって、外角の一端を破らせた。そして、昨夜、池取りとした現場の城森政と、勝利とを、城壁の近くへ引き出して、 小作殿、これ見たまえ。と、攻め鼓を打って、上中にある価値家の耳を攻めた。ご子息、県六章里志殿。並びに、現場誠森正も、早かくのご年。謎、最後のご一言にてもありたくば、それへ出て申されい。二度、三度、呼ばわらせたが、上中は錆びたるままで、何の答えもない。 そう見るに忍びずとしてか、勝家も姿を現さなかった。もちろんこれは秀吉が、戦わずして白兵の士気をそうせしめんとした作たることは明らかである。勝家はその前日、途上、前田都家と一別を告げて、北の省へ帰って吐いたが、夜へかけて散り散りに帰ってきた残兵、留水衆、非戦闘員など合わせても、 およそ三千人を出なかった。カウルに今、現場誠と勝利氏が、敵の手に囚われていたのを知っては、さすがの価値かも。我がことやむ。と、観念のほかなかったであろう。寄せての攻め子はやまない。夕方までには、外郭の総構前もことごとく破られて、 城壁を隔たつことわずか15軒か20軒の近くまで満ちすべてこれ橋場勢の甲冑となっていた。にもかかわらず、木内は依然として静かなままだった。そのうちに寄せての攻め子も休み、夜に入って、城中と城外に死者らしき武将の往来があったりしたので。さては、勝家除名の運動か、幸福の死者か。 などの噂も巻かれたが、また、そうでもないらしい蝶中の空気でもあった。酔いすぎると、それまで、墨のようであった本丸に、花、と、火が灯り出した。北黒羽にも西の丸にもである。いや、必死の武者腹が防戦による詰めしている櫓にさえ、はざまはざまにさえ明るい火が生えている。はて、寄せては不審があった。が、 まもなくその謎は解かれた。鼓の音が聞こえてきたからである。また笛の音が流れてきたからである。さらに、北国に鉛を帯びた郷土の歌まで聞こえてきたので。とを読めた。上中では、今宵を最後と、哀れ、名残の宴を楽しんでおるものと見ゆるは、城外の寄せてすら、この夜は、多感なるものがあった。思い起こされる永六の頃、 当時の小田幕将の一人柴田県六将家が、甲州長江寺の城によって、佐々木上邸の強兵8000の包囲猛攻を受け、ついにその水の手を断たれても、なお、水は銅板にた,たえて、庭状に捨てつるほどあり、の体を、友好の敵史に示し、敵史の出義もを抜いて追い返した、あの若き県六将家の危害や、今いずこにある なお、超高寺上中の実情、いよいよ水に急し、平場みなかして、乾きしなんとするや、築造の大亀三個の水を、孤装して生殖なき白兵の真ん中に担ぎ出させ。ケイラ、渇望の水、悪ほど飲むべし。これやこれ、末後の水ぞ。と、そのむさぼるに任せ、平味な口をしずくし、眼底を濡らすを見るや、 大なぎなたの石づきを、なお余せる大亀の腹に差し向け、瓶を聞け、我ら部門、癒しくも水に急して、枯れ魚のごとく死ぬべきや、川か,かばすするべし、敵兵万国の血死を、と、交互し、その大瓶を、粉ともなれとばかり、突き砕いた上、それ、でよ、と、縄文を押し開いて、敵中へ切り込み、 必死一戦のしのぎの日、帰って八千の大軍を走らせ、死ぬべく切って出た道を、かえって、外貨の大道として、生きようよ本国へ帰ってきたという。ああ、当年の亀割柴田の名は、そも、今はどこにあせ去ったか。今日の白方といえ、寄せてといえ、元は皆同じおだきかの少子である。価値家の昔を知らぬものはない。 それだけに感無量なものがあった。この夜、北野省の城中では、最後の共演が開かれていた。本丸天守のうちには、勝家と夫人、その女子たちを中心に、一族孤高の歴歴を合わせて、八十名、史跡の外に敵軍を控えながら、職も赤々と稲がれていた。こう一つにお揃いのことは、元日のご祝賀でもないことよの。 中村文化祭の言に、これも一族の柴田八重門が、笑って言った。明ければ、死での元日。今宵は、この世の大も森。職の数も、人々の称声も、日頃の宴と違うところはない。ただ鎧不足の列座であるだけが小札たる気を漂わせていないこともない。その中に、婦人を一の方と、 妙齢十七を頭とする三人の即女たちの装いが、何かあり得ないものがあるようで、あざらかで、また鎧やかであった。分けて、十一と有水姫が、全部の地層や人々の賑わいにはしゃいで、食べ散らしたり、姉にじゃれたりしているのを見ると、死もよそに主演している武骨の友柄も、折々、荒らぬ方へ目をやりがちであった。価値観も、 過ごしていた。何辺となく、誰かれ、灰を与え。現場も、おらば。と、ふと寂しさを漏らしたが、たまたま、左中で現場との失敗を悔やんでいる者の言を聞くと、帰って、現場の咎めだては止めい。ママ、この価値化の不覚に他ならぬ、それを聞くわ。勝家として、身を責められるよりからう思う。と、言った。 そしてことさらに、のめのめと左右に進め、やぐらやぐらの武者たちへも、蔵中の名詞を豊富に配って、名残を存分にせよ、公銀もくしからず、と伝えさせた、ろ、から、歌が聞こえ、小生が流れてくる。ここの価値下の前でも、小がなり、生涯の銀線が、優雅な線を描いた。昔、うふ、信長、様には、 謎と言うとすぐ立って回れ、小作もせずやと、よう強いられた者じゃが、不器用を恥じ、つい痛さなんだが、今にして思えば惜しいことを致したわ。今宵のためにも、せめて、一差しは、習うておくであったにの。価値化は、そんな十回を漏らした。思うに、彼の胸には今しきりに、九首が懐かしまれていたのであろう。それと、また、 当時の一卒サルメンローのために、各絶望のほかない窮地に追い詰められたとはいえ、せめて世に恥じなきような死に花だけでもと、密かに念じていたに違いない。彼山田54歳、武将としては、これからとも言えるのに、往年の害もなく、いたずらに死に花のみを心がけて、この世の名残を尽くさん。 死の共演のみを潔くしていたのは一体どうしたことだろう。座には、一族国王のもの八十余名はあり、路にはなお一死をやめせざる鉄鋼二千以上は優に数えられるのに、静武の一左鉄以来、彼自身が自身のうちで、負けた、と観念していたことは、筆胸するに、現場誠の若気以上、北の省滅亡の最大な敗因ではあるまいか、 往年の彼を知る者、誰か今日、柴太郎いたりの短なきを得よう、超高事上一、の大亀も、ここに至っては、あたら、何の制裁も見ることはできない。世間の途中に過去現在未来する無数のクソ亀と、彼もまた変わるところのない、一個の凡庸と化していたのであろうか。灰は巡り、また巡り、数タルの酒も、 夜と共に枯れてゆく。歌に鼓あり、舞に銀線あり、人に歓声笑い後もあるが、いかんせん、必修の気は払うことができない。鳥より、氷室のような沈黙と、ヤキに墨を吐く色の揺らめきが、座中八十余命の水岩を、酒の気もないようにしらじらと見せるのだった。まだ夜は深い。明けるには間もあり、城外の敵も、 劇として潜まりおれば、十分にお過ごしなされ、お心置きなく、小島若さの神一人は、主演のうちも、絶えず天守の牢をめぐって、敵の動きを監視していた。そして、心ゆくまで、名残を惜しまれよと、おりおりここへ状況を告げていたのである。その若さ守るの声だった。それへ来たのは何者か、と室外でがめている。 答える者の,の言葉には、シンゴロウでございます、と聞こえた。すると再び若さ守るの声で、や、せがれか、参ったるか、と、言うのが聞こえた。何か激しく受けた感動を、抑えきれないような様子が、目に見ぬ室内の人々までハッとさせた。父上、参りました。次の言葉が聞こえたとき、主席のハイは、 ことごとく下に置かれていた。はて、誰であろう皆、目と目を見合わせた。かちかも、聞き耳立てている風だった。が、間もなく、静かな足音が室のすぐ外まで来ていた。小島若さ森は自分の後ろに、一人の若者を連れていた。その若者のか細い武者姿を見たとき、かついえいか皆、再び目を見張ってしまった。 なぜならば、若さ守るの後ろに見えたのは、久しい間、病身のため出資もならず、家にあって療養していたため、誰の記憶にも今は忘れられていた、若さ守るの一男、当年18歳の小島慎五郎に違いないからであった。お願いにござりまする。父の若さ守るは、家畜下の前へ、こうひれ伏していた、不足新五郎こと、 ええご音録をはみながら、病のため、柳瀬兵へも、悟空つかまつらず、このまま、家にあるのは、無念と申し、薬事に別れを告げてばせまいりましたよし、何とぞせがれめにも、明日最後の悟空、お許し下しおかれますように、勝値は感動に満ちた景色を動かして、新五郎を瞳で招き、囚十は、二世ぞ、と、 即座に灰を与えた。この病若武者は、翌日、追手門の扉に、小島若狭森を新五郎十八歳、柳瀬氷に不参たりといえども強中義を抹うするまた、と対処して、猛火と乱軍の中に奮戦し、生来の病骨も、その終わりを、義にこうに、くんくんたるものとして果てた。先にはもずけ明あり、 今、小島慎吾郎があり、滅び家の中にも、不暴の子婚は少なくなかった。かかる子婚を多く用しながら、ついに、大家の崩壊を雑誌の他な規定にあった勝家への、課長としての自責はけだしどのようであったろう。職は参考、宴はまだ果てず、幼い即女たちは、母の膝に持たれたり、居眠ったりし始めていた。即女たちには、 この宴も、やがて退屈に耐えないものとなっていたらしい。末の姫は、いつか母の膝を枕にすやすや眠り入っていた。お市の方は、その子の髪をまさぐりながら、終始、涙をこらえているに精一杯の様子に見える。中の姫もそろそろ居眠りをし始め、ただ姉姫のちゃちゃのみが、さすがに母の思いを察し、 この夜の宴が何であるかをも知って、いじらしいほど、冴えた面をしていた。母に似て、娘たちは、皆美貌であったが、分けて姉姫の茶茶は、織田家のケチ脈にある高貴な孔を、その妙霊と、天室の美に合わせ備え、見る者の目を痛ましめずに置かなかった。価ちかは、ふと、あどけなさよ、と、末姫の寝顔へ行った。 そしてこれらの弱い者、幼い者たちの身について、お市の方へ、こう測った。おみは、信長公のご妹と、この価値下の室へ移られてからも、まだ一年には見たぬご縁者、子らを連れて、夜明けぬ前に、城を出らるるがよい。富永新六郎を添えて、秀吉の陣所まで届けまいらそう。お市の方は、涙して答えた。いやとよ、 と泣いて言う。部門に嫁ぐからには、かかることにあうも、覚悟の前、宿命の後を、今更驚いて羽織りませぬ。この後において、城をでよとは、むしろお情けないお言葉です。筑前の尋問へ頼って、命を助からんなどは、思いもよらぬこと、とのみ、袖の内の面を振っているらしく眺められた。が、勝家は、重ねて、 いやいや、薄べりなこの価値替え、ご定説は嬉しく思うが、もともと、三人の即女らも、浅井戸の、長政、の意志、また秀吉とても、周筋のご妹にあたられるおもとら星に、連れなかるべきはずもない、そういたされよ、早々や、お支度されよ、と、促してやまず、新六郎、これ、と、左中の侍を呼び、 火を含ませて、さらに、そのことを進めたが、お市の方は、火とみ、面を振って、どうしてもここを去らなかった。それまでのお志とあらば、無下のお計らいも、帰っていかでしょう。せめて、何も知らぬ姫君たちだけでも、親方の御意のように、御城外へ出しまいらせては、と、終身の等しく言う言葉に、 彼女もそれには同意の様子で、さらばと、膝に寝ていたす姫も揺り起こし、にわかに、侍を添えて、場外へ送ることになった。ちゃちゃは、母にすがって、いやじゃ、いやじゃ、母様とご一緒に、と、離れるべくもない身もだえをなしたが、価値下に勇気化され、母に悟され、なお狂わしきまで単位で山ぬ姿を、 侍の新六郎に隔てられて、無理やりに外へ伴われて行ってしまった。三人の即女たちの泣く声が、遠くに行くまで聞こえた。夜はすでに四皿に近かった。寒縁ならぬ感もつき、武者たちは早や愚足の革紐を締め直し、打ち物取って、持ち場持ち場の最後の死にどころへ散り始めた。勝と、一門は、て、 本丸の奥へ移った。土一の方は、小机を寄せて、地勢の隅を吸った。価値下も、豚一つ残した。調理の職は、ほの暗く、そううと串の恨みも忍ばれた。ホトトギスは明智きを告げていた。同女賞。同じ夜。夜は同じながら、人の夜は一つでない。敗者、勝者、あまりにも持つ明日は違う。 秀吉は、夕国、明日は山の本陣を、さらに進めて、市街の一端、九ずり川を後ろに、将棋場を定め、夜の白見次第に、総係がかりのこと、と、万端の礼を済ませて、心静かに、明らくるを待っていた。市街も割に平穏である。に、三箇所に火災は起こったが、これも平戦ではなく、 狼狽した市民の過失費と分かっており、むしろこの大きなかがりを持って、白兵の奇襲を監視する便となすように、州や、燃えるに任せてあった。よいに、秀吉から堀秀政へ渡されていた軍令は、すぐ後、六十通復舎されて、陣に、掲示するように、と、各番手の部将へ交付されていた。その過剰は次の通りである。 起き手のこと。一、身体何事もほろの者。使い番次第都市。その法によるべきこと。一、乱馬薄べからず、波にしかにうるまじきこと。一、まだらがけすまじきこと。一、勝利に誇りるかからざるごと。一、合戦を心に備え、夜うの用意あるべきこと。酔いから夜半までの間に、一時、人。 でも噂が広まったように、秀吉の英内に、様々な人物の出入りがあったことは確かであり、そのため、価値下の除名運動が行われているとか、即時化損になるとか、取り沙汰もあったが、夜半すぎるも、当初の作戦方針には、何の変更も見なかった。早くも、陣には、夜明け近きを思わせるものが動いた。そのうちに、 貝が鳴った。霧を破る太鼓の音が、とうとう、全陣地を揺るがし始めた。すでに東の空は明るい。総攻撃は、予定通り、虎の一点、午前4時、の時刻も狂いなく開始されたのだ。城壁に面した先手の銃声からまずその火蓋は切られ出した。バチバチと、凄まじい霧の中の音だったが、どうしたのか、その銃声も、 一番手の完成も、間もなく、旗とやんでしまったため、はて、何かと、少なからず全軍の動きをためらわせた。その時、ホロの者、伝令、が一気、霧をついて、秀吉の将棋場と、堀秀政の陣地との間を、鞭打って往復していた。ほどなく、城外の柳の馬場から、 三名の女子を伴った一名の敵の侍が、秀政の配下やホロの武者に導かれて、価値で、市外の方へ出てくるのが見られた。鉄砲止め、打ち方止め。と、ホロの死だけは牙で、注意深く先に触れて通った。おう、上中から出てきた落とし人か。兵は、目をそば立てた。これが、信長の命にあたる。 三人の姫たちとは知らないまでも、霧に濡れゆく六つのた元の可憐さに南を食っていた。姉は妹の手を引き、その妹は、末の妹をいたわりつつ、石ころ堂をつま先立てて歩いた。下がり人の作法として、履物を取らないのが霊なので、姫たちも、木のたびのまま土を踏んでいた。痛い、痛い。末の姫は、歩こうとしない。 お城へ帰りたいとばかり言う。城中から付き添って出た富永新六郎は、騙しすかして、背中に折った。新六、どこへ行くの背の姫は、おののくのだった。美しい死体を追っているような冷たさに、新六郎まで、生きた心地もなく涙で応えた。良いおじさまのいらっしゃる所へ。いや、いや、末姫は、泣き出した。 十三の姉、十七の姉は、二人して、懸命に慰める。五から、お母様も、おいで遊ばすでしょう。ね、新六。え、いらっしゃいますとも。とつこうつ、ようやく、秀吉の陣所のある松原のほとりまで来た。秀吉は、威曝を出て、松の下に佇んでいた。近づくのを、見ていたものと見える。 お供ないいたしました。送ってきた秀政の家臣が、上中から渡された敬意の荒ましを報告する。秀吉は、受け取った、と答え、すぐ姫たちのそばへ歩み寄った。ようにておらるる。彼が胸に描いて写した鏡は、信長の面影か、お市の方の姿か、ともかくそうつぶやいて、よい御子な、と、しきりに見とれていた。 ちゃちゃは、薄勾配のたもとに、蜂の機体の房を、優雅に結びたれていた。中の姫は、刺繍の大模様の袖に、縁じの帯、末の姫も劣らぬ装いに、それぞれ小さな金の鈴に、キャラの匂い袋も下げていた。おいくつじゃの秀吉が通ったが、三人とも答えない。むしろ、唇を白うして、触るれば、 ろとばかり、涙をこぼしそうだった。母は、意味もなく、笑ってみせ。姫たち、怖がることはない。これからは、この筑前と遊ぼうぞ。秀吉は、自分の鼻を刺した。初めて、中の姫が、少し笑った。彼女だけが、猿を連想したのかもしれない。が、その時、はやや、 朝空の下だった北の正常の周囲全面にわたって、前にも増した銃声と歓声が一時に地を揺るがし始めた。姫たちは、城壁の煙を見て、お母様、お母様、と、絶叫し、泣きまどった。目わらべたちを、怖がらぬ方へ連れて行け。秀吉は、それを家臣に託して、馬を、と激しく呼び立て、 ただちに、城の方へ駆け向かった。あとに、女わらべたちも長じて、一の姫の茶々は、秀吉の側室に入って淀ドとなり、次の姫は、京国高次の正室に、また松の姫が、徳川秀忠夫人となって、家光を生んだことなど、戦国数期の運命の綾は、死によって、人皆のよく知るところである。 クズ川の水を引いた外角の二重堀は、容易に寄せ手の近づくを、許さない。が、外堀もついについえると、白兵は、大手の唐橋を、我が手で焼き落とした。火災が、多門やぐに移り、付近の兵舎にも飛び火した。白兵の交戦は、予想外に激しかった。前夜からの寄せ手には、早かったも同様という気分が、 否みがたくあったためでもある。怖いのは敵でなく、そのおごりじゃ。これは秀吉が陣に考察させておいた通り、少なからず気を使ったところである。そのため、彼は、けさらい、先方軍の中に立ち混じって、直接、指揮に当たっていた。正午、途上が落ちた。寄せては書門から、本丸へなだれ入った。しかもなお、 初井栄か、北の小一門の首脳者は、ことごとく天守の位置によって、あらゆる防御線を策した。この天守は、旧層作りの、鉄壁石柱で、堅牢無比なものだった。寄せての犠牲は、朝からの全てよりも、かえって、ここへ来てこの一国に、その行く培養も出した。かうるに、城庭殿ろう、ことごとく火の海である。 秀吉は、ここへ入ってきた。一応、残らず引け。拉致はあかぬと見たか、攻めあぐねている各手の兵を退ぞかせ。まず、一息入れるのだ。と、言った。しかし、その間に彼は、直属の精鋭中からも、また各隊の内からも、屈強なしばかり数百人を選出し、鉄砲は、一切持たせず、 手槍打ち物ばかりとして、秀吉、これにて民、天守のちへ切り入れ、と命じて、一斉に放った。特に選ばれたこの槍手一体は、たちまち蜂のように、を包んで、やがて天守内へ踊り入っていた。のみえ、四十、五十の牢からも、シンクロな煙が噴き出した。よし、秀吉が大きく言ったとき、 天守の千本美佐氏は、巨大な炎の傘となっていた。それは、価値家の最後を告げる先行でもあったのである。価値家は、県族84名と共にの30、の3040あたりで、寄せての屈強を引きつけ付き伏せ、最後の最後まで、地滑りするほど奮戦していたが、一族の柴田八重門、中村文化祭、小島若さ森などが、はやや、 はや、ご用意を。と、促すので、五重へ駆け上って、お一の方と京ともにし、まずその死を見て後、自身は踏みにない時の解釈のもとに、腹かっきって果てたもののようである。時に、猿の国、午後四時。は、延々一夜中、信長が越前経営以来のものたる、九刀流下藩の臨間と、 幾多の作務や戦魂を弔うごとく燃え続けていたが、一敗と化した焼け跡からは、ほとんど、彼らしいものの何者も見出すことはできなかったという、死後を見られるなきように、と、周到な用意の下に、焼き草を角上に詰めて、自ら焼き尽くしたためと言われている。そのため、価値化の死は、死球によって確認することができず、もしや、 などと奥説する声さえ一時あったが、秀吉はほとんど無頓着で、翌25日は、もう加賀へ向かっていた。田修羅のせがれ。加賀の小山城、金沢、は、昨日まで、佐久間現場の城の領だったところである。北の省の落城が伝わると、この地方も風を望んで橋場軍に降った。秀吉は、戦わずして、小山城へ入った。 が、勝てば勝つほど、進めば進むほど、彼は、地に、馬食を切るもやめせず、の言を示して、軍旗の緩みを警戒していた。方々、その意図は、価値化を制しても、なお価値化に類する全面の癖者を、無言に威圧し終わらんとする者も,もあった。富山城にあるさっさなりまさがそれである、彼こそ、 無二の柴田島で無二の秀吉嫌い、また秀吉別子の男でもある。元来、笹は、終わりか須が軍平井の上手で、門地から言っても、秀吉の日ではない。過去、信長の経営下にあった北陸出生中も、柴田の副将閣として、自他どもに認じ、価値化が柳瀬出陣の時は、越後の上杉影勝の抑えや、 うちちばんたんの後々を頼まれて、ここになりまさあり、と、北陸の留守に、睨みを聞かしていた彼でもあるのだ。今、価値化すでに滅び、北の将も落ちたとはいえ、生来の猛気と、秀吉嫌いを標榜していた意地からしても、たとえ、価値化の鉄を踏むまでも、まだ無傷の兵力と、残余の柴田等を休合して、 光線を長引かせば、そのうちに、C の変化も起ころう。と、視力をその方へかけてくる可能性は多分にある。秀吉は、わざと、その意地をつかなかった。異様を示して、あえて攻めず、彼の来るを待つ。と、していた。いわば、成政に対して、ここは考え書だろうが、と、思案の余地を与えておいたものとも言える。 その間に、秀吉は、帰って、越後の上杉影勝へ向かって、積極的に盟約を促していた。対上杉作には、先に、滝川征伐以前に、密使をやって陰門を通じ、撃つべき手は撃ってあったが、さらに、囲碁水位の実情を告げて、尊道の近況をいかに、と、あえて具体的な意思表示を求めたのである。 北越には自ら、北越の賃を持って人ずる献身以来の上杉家が、高く自しつつ、しかも独自の計略を持って、この大風雲期を乗り越えてゆかんとする風があった。継承は、家臣石川張間の神をやって、その戦勝を祝し、また、秀吉の解明の意に応えては、北越の山が、昨今多忙、 多実親しく灰姿の日もあらん。と、謹んで言わせた。秀吉と上杉家との間に、友好関係の見られる限り、富山のさっさなりまさが光線をもくろむ余地は全くない。なりまさは、心しを偽って、ついに秀吉へ下がりを申し出た。そして、自身の事情を、年家の次男としまさへとがせることを訳して、 本領安土というところに落ち着いた。こうして、北の小威北のことは、ほとんど戦うことなくして、勝利の余勢で平定したと言ってよい。4月25日、彼は、富山の町中で、色の宴を催した。いよいよ軍を返すためである。その席に、越後の使い、石川張馬守もいた。石川張馬守は、 すでに施設としての公務も終わっていたので、越後表に帰ることになっていたが、秀吉に止められて、今日の宴のために、帰国を一日延ばして列席していたものだった。あなたのお顔は、戦場でとくと見覚えておるが、それが塩場、お忘れか。酒、竹縄となり、ザ、崩れる頃、またサ衛モンとシエは、彼の前へ寄って、 はいをこうた。なかなか。と、針間守るは、研修の間に打ち笑って、天正9年10月、西岸寺の激戦に、縦星の前立に、黒川の鎧を死にさせ、苦戦の味方を知ったしとおられた片目の大将の式ぶりは、今もって、岩底にあり、忘れるどころではございませぬ。と、言った。年家は、膝を打って、 さればよ、その折、いつも将棋の駒の旗差し物を見せ、上杉勢の真っ先に出て、味方を悩ます強やりの一将こそ、越後の石川張りなれと聞くからに、しかと、見覚えておやり先を試みんと伺いおったが、ついに背面の気もなく、今日、ここでお膝を交えるとは。いや、また左殿は、ご幸運でござったよ。母は、 何の、ハリマ殿こそ、またなき命拾いをなされたのじゃ、以後のお首はもうけ者と申す者。そのつもりで、今日はしたたかに参られい。と、座中一番の大敗を釈人に取らせて、ハリマ守るの手に持たせた。これはこれは、妙が至獄。越後ごむで、五号入りや一生入りにひるむものはない。ハリマ守るは、雫も余さず飲み干した。 あなた、こなた、思い思いに座を寄せて看護していた人々も、皆そののみ振りを眺めていたが思わず、いや、見事、と、処方で言った。秀吉も、見て、ハリマ、も一つ、と、傍らの飾り酒を取った。それは、長吾が見ただけでも、ちょっと首を傾けそうなもので、前城主の現場誠が、 価値化から配慮したという由来のある白きの大坂だった。針馬守は、仰ぎ見て、ありがとう存じまする。と、拝したが、借人が、秀吉の手からそれを取り継いで来ようとすると、少々、お待ちください。と、押しとどめた。そのご坂きなれば、ぜひ、他にいただかせたいものがおりますが、そのものに、 おつかわしたまわれば、一段と、片付けのうござりますが、と、やや改まっていった。秀吉は、不審そうに、見回した。誰えじゃ、この逆きを、針馬が特に取らせてくれいと、望むのは、いや、これには、おりませぬもので、いないのか。手前が、今日のうちに連れておるもので、もしを許したまわるなれば、これへ呼んで、 お目通りいたさせたく思いますが。よいとも、すぐ呼べ。秀吉は、気軽かったが、またすぐハリマ守へ訪ねていた。が、そのものは、そちの家牧か、影勝殿の侍か。いや、アシュラのせがれでございまする。ほ、アシュラのせがれとな。はい、アシュラの秀吉は変な顔をした。ハリマ守が、 主教の戯れを言っているものと疑ったからである。が、やがてハリマ守が、侍だまりから呼び入れてきたのを見ると、それはまだ十二、三の愛苦しい少年だった。ハリマ、かようなわらわに、この大坂をやってくれとは、いかなるわけか。世も主天道寺のせがれではなかろうに。秀吉も、戯れた。 目をその少年に集めた石上の資格もことごとく笑った。ところが、一人石川晴間守るだけは、目に涙すらた,たえて、その少年を傍わらに寄せ、秀吉へ目見えの礼を取らせながら、さて、こう述べた。リヌル天章七、八、九年の北越人に参加の衆は、なおお忘れあるまいが、この小せがれは、当時、 我が上杉家の一将として、うお城により、織田殿の遠征軍たる、柴田一族、さっさ、前田などの大軍を一手に引き受けて、しかも数年が間、寄せてお悩ませ、刺し物鬼柴田をも、攻めあぐましめた越後武者、竹又三河守秀重の一子なのでございます。はりま守の真面目さに、人々は皆雑語を潜めて聞き入った。 ことに、ウォーズ上の竹又三河守の意志と聞いて、注目は一層その少年の姿に惹かれた。ハリマ守は、なお、次のように、当年の思い出を物語った。古城ウォーズも、剣士防戦の回なく、やがてはついに、落ちる日が来た。その時上昇三考森周衛は、全城の火となるを見、我的にこの城を任すからには、 我また、敵まさかつけの首を得ずに置くべきやと、炎を出て、敵中へ駆け込み、乱軍の中に倒れ伏して、勝ち化を狙っていた。かついえ、それとも知らず、早や落城も待ったしと、馬を進めて、入場戦と通った。時に、筒として、類類の死骸の中から起き上がった満身鮮血の一武者は、知らざりしか勝ち化。 竹又三河守、何時をここに待つこと久し、いで、その首を、と、もう風一年の槍さながら批評のごとく、飛びかかった。しかし、多勢に無勢、無念、の声は会えなく鉄塔の敵に隔てられてしまった。三河守は、怒れる目に血を注いで、今はこれまでと、見えたが、結露に天を仰いで、あしら王に、 我れつらめや、やがてまた、生まれてトラム、価値化が首、と、自生を営じ、二度三度、喉も破れようと繰り返した。そして、よく読んだ、と、持参して、かか一笑わしたかと思うと、完全の敵手を待たず、自ら首跳ねていた、という、ルーズはついに落ちたりとはいえ、上杉家の死は、我ら上杉衆の中に、 この竹また三河守を持ったことを、非常な誇りとしていたこと言うまでもない。で、石川晴馬守は、今度の施設の旅の閉じ、その隠れたる石を探して、越後へ連れ戻るべく、列の中に加えていたわけであるとも、話の後で、付け加えて言った。万座の武将は、灰を置いて、聞き済ましていた。秀吉も、 うなずきうなずき聞き終わった。そして、ハリマ守から壊れた大杯を取ると、田シュラのせがれ、もそっとよれ、と、差し招いた。竹又茂への石んの助は、秀吉の手からそれを配慮した、もとより少年なので、酒をでなく、杯そのものを与えられたのである。この杯月は、三河守の一年に対し、 供養のため、そちの家へくれるものじゃ。父を鏡に、父に劣らぬ、良い侍になれよ。感じやすい少年の顔はほの赤く燃えていた。針馬守は、三之助と共に、厚く礼を述べ、この言う、越後へ帰国した。秀吉は、翌日、軍を回して、北の省にいたり、5月1日には、北陸の諸省に対して、 新領地の花風所属を発表した。小山の城、金沢は、前田都家経営に移した。秀吉は、都家の遊戯に向くゆるに、加賀の石川、河北の二軍を伏したほか、四足の年長にも、とう四万石を与え、代わりに、府中の城は、これを収めた。加賀の江沼を、溝口秀勝に、飲み氷を、 旧通り村上義明に、総じて地付きの豪族は、そのまま、丘陵において、これを皆庭長秀に属せしめた。また特に、秀吉が意を用いたのは、庭長秀の功であった。北の省にある日の一日、彼は、五郎左衛門長秀の手を取って、君の功しなくば、兄、今日のことあらんや。今その功を口に述べ、 牢を斜線とするも、思いは待って、言わんとほするも語り極まる。と、手を取って、ただ落雷するばかりであった、と、ニワイエフには記してある。果たして、秀吉がそこまで言ったかどうか、わからないが、とにかく彼が、最大な行為をもってしたことは疑いない。すなわち、若さ、大海の給料へ、新たに直。 越前明ら衆と鏡軍を付与し、しか今は北陸短大として、筑前を助けられよ。と、次期花肌県で、送るところはすこぶる大きく、かつ、四足鍋丸にまで、柴田伝来の、漢字、の名のある名刀を与えたりなどしている。このほか、直属の旗本諸行などへも、大規模な論考交渉があったのは言うまでもないが、 それはもっと後日になってからである。北陸のコート一切を済まして、秀吉の戦勝軍が、長浜まで帰ってきたのは、5月5日、丹後の日だった。あやめ立ち、節句祝いも、少子にさせで、滞こしろ二日間。秀吉は、その間に、岐阜方面の始末を聴取した。その後、岐阜城はもっぱら、稲葉一徹らの兵が、 攻撃を続行していたが、柴田の大敗が聞こえてから、神戸の部以か、城兵の指揮は全く疎そ,そうし、かうるに、城中には、一鉄の老いの斎藤利隆とか、稲葉行部などの、いわゆる身の道族が多くいたので、それらは皆、城を出て、橋場方に属してしまった。結局、止まる者、わずか27人という球場に落ち入って、 ついに三十七のぶも、城を逃れ、長良川から船に投じて、木曽川を降り、終わり地帯へ落ちていった。豊か館、や、竹かじき、などの記載によると、三十七のぶ柴田をこそ頼み救肥しに、滅びにしかば、草の根をたたれしようにて、老頭ども皆をちうせ、日頃恵み深かりし者ばかり残り止まれり、三回のぶを、 終わりの勢いをぐして、城を囲み急ひぬ、使いをはしらかし、終わりの方へおざせようとたばかり急へば、城をいで、川船に乗りて、千下のうつみにおはせしまた。そこにて、信雄のずさ中川勘右衛門を使わし、自害死急へとありしかば、かねて書くこそと思いしとて、静かに、ことどもしたためおき、手図から刀のはかき合わせ、自害ありけり、 とあって、信孝の身は、その兄弟の織田信勝が、巧みに導き出して、最後の処置をつけていることになっている。もちろん指図をしたのは、秀吉である、秀筋の信孝を、直接、自分で手を下すのは好もしくないので、信尾の手を借りて、こうしたのであることも言うまでもない。このことに対し、世上、 秀吉の不信を咎めた文表も少なくないが、山が底うの、竹かじき、などは、秀吉が毛利と和談し、山崎に光秀を打ち、気安会議に臨んだ時は、まだ決して、天下を奪う志はなかったものだというただ、真理の向かうところ、やむを得ざる道を行ったものだが、天下の大事ひとまず終わって後、と、信を、 信孝の金立をはじめかついえ、数ますらの九重心の左略が、ことごとく真偽にかけており、またちはかりごともそで、帰って、天下平鈍の警棒と祖父とを、秀吉に与えてしまったものだ、と説いている。そして、なおそこの道書には、秀吉の世を脱府にひず、信を、信孝のこれを預かふるまた、と、 この問題に結論を下している。おおむね、周表もこの結論には、いろんないもののようであるが、中国から山崎戦へかけての頃は、まだ天下に望みなかったという一時だけは、果たしてどうであろうか。ともかく、信夫といい、信高といい、この兄弟の凡庸だけは争えない。もし、兄弟心を一つにするとか、あるいは、 どっちか一人でも秀武にしてよりより塩を知る目を備えていたら、決してこんな発局は見なかったであろう。信ぶのお人よしな妖列さに比べれば、信高はなおいささかは骨があった。最略なき鼻っ端には過ぎなかったが、終わりののままで逃げ延びて、そこの一寺で腹を切った最後の模様も、さすがに、こうなること、と、覚悟していた様子で、 めめしくはなかった。かつて、野間の暗養院には、寺蔵の墨埋めの子が一服があり、織田信鷹が自陣の時、室の床にかけられていたものと言われていた。結婚の羽が見えて、王子を忍ばせ、見るも哀れな一服であるとて、後に、加納の上がそれに一死を題したという、野草夢のごとく成功に至る。結果花を見てる方を思う。 たちまち小生やり小生きたる、巨頭反復木媒の図、信高、その年26、自陣したのは5月7日と言われている。その7日、秀吉は安土へ立ち、11日は坂本に留まった。伊勢の滝川和正も、やがてついに降った。秀吉は彼に、茶の湯量にと、大海の地で、地業五千石を与え、 あえて作品の罪を深く追求しなかった。定本、新書太鼓記旧吉川英治歴史時代文庫、講談社。1990、平成2、年7月11日第1冊発行。2009, 平成21、年12月1日第20冊発行。書出太鼓記読売新聞。1939、 昭和14年1月1日1945昭和20年8月23日俗対抗記、中京新聞多複数の地方紙1949昭和24年定本は物を数える際や地名などに用いる区点番号を86を大ぶりに作っています書出時の表題は対抗記、俗対抗記。 です。入力、角田博史。構成、トレンドイースト。2016年3月4日作成。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、http、www.aogora.gr.jp で作られました。入力、構成、制作に当たったのは、 ボランティアの皆さんです。